俺の名前は佐々木洋平50歳。高校を卒業して約32年。卒業後、誰とも交流がなかった俺のもとに、高校の同級生から同窓会のお知らせが届いた。そんな同窓会で、俺はある人物と揉めることになってしまった。いやー、久しぶりだ。みんな年取ったな。同窓会の会場は、とある居酒屋の一室。30人以上いたクラスメートの3分の2ほどの人数がその一室に集まり、約32年ぶりの再会にみんなが盛り上がっていた。その時だった。おいおい、俺がまだ来てないっていうのに、ずいぶん盛り上がってるじゃねえか。会場に入ってきたのは、いかにも柄の悪そうな格好をした男。そいつは高校時代、学年一の問題児だった高橋。他の同級生たちの反応を見る限り、どうやらこの高橋には同窓会のお知らせを送っていなかったらしく、なぜ来たんだとばかりにざわついていた。お前ら、なんで俺が来たんだとそう思ってるんだろう。よくも俺をのけものにしてくれたな。ある人物から今日ここで同窓会があるって話を聞いたんだよ。だからサプライズで来てやった。どうだ、嬉しいだろう。なあ、佐々木。そう言って高橋は、俺の肩に手を回し揺さぶった。正直、俺もこいつのことは嫌いだった。学生時代気が弱くて何も言えなかった俺は、彼の言いなりだったからだ。おい、お前交番行って昼飯買ってこいよ。なんで俺が。お前どうせ友達もいないんだし、暇だろ。俺は忙しいんだよ。暇な奴が忙しい奴の手伝いをするのは当たり前。だからお前が俺の分の昼飯も買ってこい。わかったよ。じゃあお金。金？なんで俺が金なんて払わなくちゃいけないんだよ。だって、君のお昼ご飯を買って、はあ、お前が俺のために買ってくるって言い出したんだろう。なのに金を出すなんて、いい度胸をしてるな。でも、何か文句あるのか？ああ。いや、ないよ。それならさっさと黙って行ってこい、このグズ。高校3年間、高橋には何かとパシリに使われていた俺。もちろん彼からお金が返ってきたことは一度もなかった。他の同級生たちも同じようなことをさせられてたのだろう。そのため、今回の同窓会に彼を呼ぶ人は誰もいなかったのだ。しかし、誰かが同窓会があることを彼に伝えたらしく、会場に登場した彼は不機嫌そうに、他の同級生たちに下品に絡み出したのだ。一体なんで俺だけ呼ばなかったんだ？ああ、何か俺に恨みでもあるのか？おい、佐藤、お前確か学級委員長だったよな。いいのか？クラスメートをこんなのけものにするような真似をして。学生の時に散々言ってただろう。みんなで仲良くしましょう。悲しい思いをする人をなくしましょうって。なのに卒業したら、もうそれはいいのか？そういうつもりは、じゃあどういうつもりでこんなことしたんだよ。それは。高橋くん、ちょっと落ち着いて。連絡がいかなかったのは、佐藤くんのせいじゃない。何かの手違いかもしれないし、だから。うるせえな。ババアは黙ってろ。あれ、もしかして鈴木、あのマドンナ的存在だった？嘘だろ。あんなに可愛くてモテモテだった鈴木が、32年経ってどこにでもいるようなただのババアになるなんて。正直手を出しておけばと何度か後悔したけど、こんなババアになるなら逆に手を出さなくてよかった。ちょっと何？やめて。へえ、人間ってすごいな。あんなに可愛かったのにこんなになっちゃうなんて。みんなもそう思うだろう。彼の問いかけに静まり返る会場。そして彼は鈴木さんの手元を見て、さらにこう言った。そういえば指輪してないな。まだ結婚してないのか？美人だからって襟好みしたんだろ。それでこの年まで結婚できずに独り身ってわけか。ざまあねえな。
いじりのターゲットにされた鈴木さんは、真っ青な顔をして下を向いていた。そんな地獄のような状況に、黙っていることができなくなった俺は、やりたい放題の高橋にこう言い放った。学生の頃から、全く変わってないな高橋。32年も経っているのに、未だに学生気分か。なんだと？周りをよく見てみろよ。みんなもう50歳になった。いい年した大人だ。言っていいことと悪いことが分かってる。それに比べて高橋、お前はどうだ？未だに学級委員長だの、マドンナだの。お前の時間は学生で止まってるみたいだ。自分を鏡で見たことがあるか？お前も同じように50歳のおっさんなんだよ。いつまでも大人になれず、そんなこと言っていて恥ずかしくないのか？俺がそう言うと、高橋は驚いたような顔をして俺のことを見ていた。学生時代、何も言えずに高橋に従うしかなかった俺が、こんなことを言い出すなんて思わなかったのだろう。すると我に返った高橋はわなわな震え、そばに置いてあった酒が入ったグラスを手に取り、それを俺の頭から思い切りかけた。の、雑菌が、アルコール消毒してやるよ。俺に盾つくなんて、お前はいつからそんなに偉くなったんだよ。雑魚のくせに、一丁前に生きってんじゃねえよ。黙ってろ、カス。相当俺の言葉が効いたんだろうと思う。高橋は鼻息を荒くして、さらにこう言い出した。言っておくけどな、俺はお前らが逆らえるような人間じゃねえんだよ。俺は愛知郎組のヤクザだ。俺に盾つくってことは、愛知郎組に喧嘩を売ったのも同然。痛い目に遭いたくなかったら、今すぐ俺に土下座しろ。愛知郎組というのは、ここら辺で一番大きなヤクザ集団のこと。その名前は誰もが知っている。そのため、高橋が愛知郎組のヤクザだと名乗った瞬間、会場にいた同級生全員が、恐怖のあまりフリーズしていた。お前らは知らないかもしれないけどな。うちの組長は、業界で一番恐れられている存在なんだよ。そんな愛知郎組の組員である、俺に盾つくなんて、お前らは命知らずだ。もしこのことを組長が知ったら、一体どうなることか。そんな、嘘でしょ？だけど、一つだけ助かる方法を教えてやるよ。針金を全部俺に渡せ。そしたら組長には話さないでやる。なんと高橋は、愛知郎組の名前を使って、同級生たちに恐喝し始めたのだ。ほら、財布ごと渡せ。財布ごとだなんて、そんな、俺に逆らうのか？言っただろ。俺に逆らえば組長が何をするかわからないって。でも財布ごと取られたら家族の生活費が。そんなの俺の知ったことか。恨むなら俺に逆らった佐々木を恨め。そんなこと、いいからさっさと出せ。数分前まで和気あいあいとしていた楽しかった同窓会は、彼の登場で台無し。みんなヤクザという言葉に怯え、次々と彼に財布を渡していた。おい佐々木、何ボケっとしてんだよ。お前も出すんだよ。そもそもお前のせいでみんなの財布が俺に取られてるんだ。お前が俺に盾つかなければこんなことにはならなかったんだから。それともなんだ、まだ俺に逆らうつもりか。今度は虫か。いい度胸をしてるな。それとも怖くて何も言えなくなったのか。それじゃあもう一度アルコール消毒してやるよ。そしたら喋れるようになるかもしれないしな。そう言って今度は一升瓶を手に取り、俺の元に近づいてきた。その時だった。ガラッと勢いよくドアが開き、部屋にゾロゾロと入ってきたのは黒スーツを着た男集団。その姿は誰がどう見たってヤクザだ。そんな彼らは部屋に入るなり鋭い睨みを聞かせ、こう言い放ったのだ。組長、こいつを事務所に連行してもいいでしょうか。組長って一体誰のこと？そう。ざわつく同級生たち。そんな中、その言葉に返答をしたのは
ああ、制裁はお前らに任せたよ。さっさとやってくれ。そう、この俺。すると、俺の言葉を聞いた彼らは、即座に高橋の脇にぐいっと腕を回し拘束。にやけた表情で高橋にこう話しかけた。よう、久しぶりだな。ずいぶん長く逃げ回ってたみたいじゃねえか。でも組長の作戦にまんまとハマるだなんて、まぬけもいいところだな。俺らの顔を忘れたとは言わせねえぞ、高橋。散々世話してやったのに、よくも裏切ってくれたな。組長ってまさか。そう、そのまさかだ。俺が藍白組の組長だ。そして今日はお前がここに来ることを見越して捕まえに来たんだよ。うちの組から1億もの借金をして行方をくらませたお前をな。の実は俺は藍白組の組長。もともとは父が組長をやっていたが、数年前に体調を崩し引退。その後を俺が引き継いだのだ。そしてそんな俺がこの同窓会に参加した理由は、うちから合計1億もの多額の借金をして行方をくらませた高橋を捕まえるためだったのだ。お前の携帯にメールが入っただろ。今日この時間にここで高校の同窓会があるっていうメールが。それは俺が入れたんだよ。ちょろちょろと逃げ回るお前をこの場におびき寄せるためにな。それは今から半年ほど前のこと。お願いします。少しでいいのでお金を貸してください。その日、初めて高橋が金を貸してほしいと藍白組にやってきた。いくら貸してほしいんだ。とりあえず100万ほど。100万ね。言っておくが、うちみたいなところは利子が高い。10日で5割。100万なら10日後に150万を返済することになる。それでもよければ、好きなだけ貸してやるよ。本当ですか？ありがとうございます。そして10日後、高橋は約束通り150万を持って現れた。高い利子にもかかわらずしっかり返済してくれた高橋に、若頭をはじめみんなが信用していたんだと思う。それでまたお金を貸していただきたいのですが。あ、今度はいくら貸してほしいんだ。1000万を。1000万、また大きく出たな。何か大金が必要な理由でもあるのか。ああ、まあ理由なんてこっちには関係ない話だからな。きちんと返してもらえればうちはそれでいい。今回も10日で5割。一応言っておくが、もし一度も返済されなかったら10日ごとに利息が上乗せされるからな。分かってます。必ず返済しますから。そう言って彼は藍白組から1000万の借金をした。しかし10日後、高橋が返済に来ることはなく。若頭、1000万貸したあいつがまだ返済に来てません。あいつ一体どういうつもりだ。それどころか20日経っても1ヶ月経っても返済に来なかった。さすがに飛ばれたと思った若頭はそれを俺に報告。組長、うちで金を貸していた人物が一向に金を返しに来ません。なんだと。金貸しは全部お前に任せてただろう。すみません。最初はきちんと返済があったので信用しきっていたんだと思います。一体いくらそいつに貸したんだ。1000万ほどで、現在利子を入れると2500万ほどになってます。個人がヤクザから一気に1000万も借りたのか。それでそんな大金を借りたやつは一体どんなやつなんだ。金を貸すときに出させた身分証のコピーがあります。こいつは。そこで俺は初めてうちから金を借りたのが高校時代の同級生だった高橋だと知ったのだ。それから組員総出で高橋を捜索した。当然身分証にあった住所にも向かったが、ダメだ、この住所は捨てに捨てられてる。完全に飛ばれたぞ。すでに高橋の姿はそこにはなく、電話番号まで全て変更されていた。それから数ヶ月が経ったある日、高校の同級生から同窓会があるという知らせが届いた。そこで俺は、
高校時代、目立つことが何よりも好きだったあいつなら、もしかしたらこの同窓会に顔を出すかもしれない。そう思ったのだ。しかし同窓会には高橋も呼ぶつもり？いや、高橋はちょっと、みんな学生時代の嫌な思い出があるからあいつだけは呼ぶなって。同級生たちは厄介者だった高橋を最初から同窓会に呼ぶ気はなかったらしく、俺の作戦は振り出しに戻ってしまった。一体どうしたら高橋を待ち伏せすることができるのか、そう思っていた俺に同級生がこう言い出したのだ。そういえば最近高橋から突然電話番号が変わったって連絡が来たんだ。もう随分連絡を取っていなかったから、なんでそんな連絡が来たのかもわからないけど、高橋も高橋なりに元気にやってるんじゃないかな。だから今回は同窓会に呼ばなくても。その高橋の連絡先、俺にも教えてくれない？まあ別にいいけど。思いがけない形で高橋の新しい連絡先をゲットした俺。その場ですぐに電話をかけて催促すればいい話だったが、きちんと返すと約束していたにもかかわらず、ここまで逃げ回っていた高橋にちょっとした仕返しをしようと、今回の待ち伏せ作戦を実行することにしたのだ。そして当日、本来の作戦はこうだった。他の同級生たちにはできるだけ迷惑はかけたくない。高橋が会場に着いたら店に入る前にお前らが取り押さえてくれ。わかりました。だがそこで手違いがあり、高橋が会場にまで入ってきてしまったのだ。他の同級生たちに迷惑をかけたくないという俺の言葉で同窓会会場に突撃するわけにはいかなかった組員たちは、同窓会が終わり高橋が店から出てくるまで隣の部屋で待機していたみたいだが、アルコール消毒してやるよ、お前みたいな雑魚は黙ってろ。俺が高橋から酒をかけられたと知り、我慢ができずに飛び出してきたようだ。借りた金を返しに来ない上にうちの組長を怒鳴りつけ酒をかけるだなんて、いい度胸をしてるなお前。そんなに痛い目に遭いたいな。いや、今までどこに隠れていたのかは知らないけどな、お前の噂だけはしっかりうちの人間の耳にも届いてたぞ。お前普段から愛城組の組員だって言い回っていたらしいじゃねえか。うちの組の名前を使って一般人に恐喝してたんだろ。そんなことはごまかそうとしたって無駄だぞ高橋。もうこっちには被害に遭った人物からの証言や証拠があるんだ。一体1000万もの金を借りて今まで何をしてた？自分の口で説明しろ。それはいいから説明しろって組長が言ってんだろうがよ。俺が1000万を愛城組から借りたのは、女で一つで育ててくれた母の治療費のためだったんです。治療費？はい。長年の無理がたたって突然入院することになったんです。その上検査の結果、かなり重い病にかかってしまったことが分かって、多額の治療費がかかると言われました。だけど恥ずかしながら若い頃に借金の滞納を繰り返した結果、俺はブラックリスト入り、銀行やカード会社のようなところからは金を借りることができず、それでうちみたいなところに金を借りに来たってわけか。そうです。本当に申し訳ありませんでした。おかげで母は回復し、今なんとか元気に生活できるようになりました。借金は必ず返済しますから、どうか。高橋は涙ながらにそう語った。しかしこの高橋の涙は偽りの涙だったのだ。何言ってんだよ、嘘つくなよ高橋。お前の母さんは高一の終わり頃に亡くなっただろう。なのによくお母さんの死を利用するような嘘を。お前、実は俺1年まで高橋と仲が良かったんだ。その時高橋のお母さんが長年病に伏せていて、もう長くないっていう話を聞いた。高校に入学し仲良くなった2人はこんな会話をしたらしい。お前ゴールデンウィークはどこか行くのか？俺は田舎にあるばあちゃん家に家族全員で行くんだけど、
本当に何もなくてさ、正直行きたくないんだよな。ええじゃん、家族で出かけられるんだから。うち母子家庭でさ、母さんが一人で俺のことを育ててくれたんだ。だけど中学に入った頃から体を壊してずっと入院してるんだよ。そうだったのか、ごめんな、何も知らずにこんな話を。いやいいんだよ、もう慣れたよ。こんな話お前にすることじゃないと思うけど、母さんそろそろ怪しいって言われててさ、だからお前は母さんや父さんを大切にしてやれよ。親と出かけるだなんて生きているうちにしかできないんだから。それから一年の終わり頃、高橋の母親は亡くなったらしい。その頃から高橋は荒れるようになり、彼とも疎遠になってしまったんだという。だそうだが、一体どういうことだ。違う、30年以上も経ってるから、こいつが勘違いしただけで、借金は本当に母の治療費に。じゃあお前のお母さんが治療したっていう病院を教えろよ。もし本当にお母さんの治療費で使ったっていうなら、その金は返さなくてもいい。だけどそれには証拠がないとな。そもそも1000万の治療費が必要な治療なら、高額療養費制度が使えてるはずだろう。そんな制度は、なんだ知らなかったのか。病院からも説明を受けてるはずだが、その様子じゃ証拠も出せないみたいだし、やっぱり治療費に使ったっていうのは俺たちから逃れるための嘘だったのか。違う、そろそろ本当のことを話せ。だからいいからさっさと話せって言ってんだよ。組長はお前と違って忙しいんだ。お前のくだらない嘘にいつまでも付き合ってられるか。さあ早く話せ。すると若頭のその怒号に怯えた高橋は、小さな声で少しずつ今まで何があったのか説明をしだした。母の治療費に使ったというのは嘘で、本当はネットで知り合った若い女の子に。まさか貢いでたっていうのか。貢いでたっていうか困ってたから。彼女も父子家庭で育ったらしくて、その父親が突然病に倒れて高額な治療費が必要になったって。大学の学費も払えずに辞めることになりそうだって言うから。お前今自分で言っててわからないのか。何が。お前が俺たちに今さっきついた嘘と彼女が言ってる話全く一緒だろ。嘘じゃない、確かに俺は嘘をついたけど彼女の話は本当だ。じゃあ何か証拠でもあるのか。父子家庭でその父親が倒れた証拠や、大学の学費が支払われていない証拠、そもそもその彼女とは会ったことがあるのか。いや会ったことは、でも電話はしたことがあるし、声だって若かった。だから彼女が言っていることは。お前そんなことで1000万の借金をしたのか。そんなことってあなたも言ってたじゃないですか。何に使うか俺たちには関係ないって。ああ言ったよ。だけどこうとも言った、何に使うかは関係ない、きちんと返済さえしてくれればと。お前が返済したのは最初に借りた金だけだろ。一体どうするつもりなんだよ。それはもう少し待ってください。彼女が言うには、親戚の人から金を借りることができそうだから、そうしたら俺から借りた金は全額返すって。そうしたら言っておくが、1000万を返せばそれで終わりじゃないからな。お前が借りた1000万には利息がついてる。その利息と合わせてお前が返すべき金額は1億。そんな大金を若い女がお前に返せるのか。彼女は返すって。じゃあ今ここでその彼女に連絡してみろ。もし万が一その彼女がお前の代わりに1億の借金を返済してくれるというなら、これ以上高橋を追い詰めることはしない。組長、いいんですかそんな約束して。まあ見てろ、ほらさっさと連絡してみろよ。すると高橋は俺の言う通り、その彼女とやらに連絡を入れた。しかし、あれ、どうして、なんだ、どうしたんだ。電話がつながらない。数日前までちゃんとつながってたのに。まんまとやられたな。
逃げられたんだよお前。そんなわけ、会ったこともない相手に1000万なんて大金を貢ぐからこうなるんだよ。そんな、じゃあその女を今から探して。別に探してもらっても構わないけど、俺らはその女には用はないぞ。え、俺らが金を貸したのはその女じゃなくてお前。お前がその女を連れてきたとしても、俺らが金を回収するのはお前からだ。の、残念だったな。これでお前が借金を払わなくていい道は閉ざされた。借りたものはしっかり自分で返せ。お前ら、こいつを連れて行け。はい。ちょっと待ってください。連れて行くって一体どこに？愛人の組の事務所に決まってんだろ。またどこかに逃げられたら、たまったもんじゃないからな。そもそも、今日はお前を捕まえに来たんだ。おとなしく俺たちの言う通りにしろ。そんな。すると高橋は、再び組員たちに拘束。その姿は、まるで囚われた宇宙人かのようだった。それじゃあ組長、こいつは俺たちが連れて行きます。あとはよろしく。さっさと歩け。誰か助けてくれ。このままだと俺、ヤクザに連れて行かれる。組員たちに連れて行かれそうになった高橋は、同窓会に参加しているみんなに、そう助けを求めた。しかし、その声に反応する人は、誰もいなかった。なんだよお前ら、俺たち同級生だろ。俺を見捨てるつもりか。そりゃそうだろ。今まで自分がしてきた行いを胸に手を当ててよく思い返してみろ。お前に散々嫌な思いをさせられてきたみんなが、お前を助けると思うか。俺は別に何も。本当にお前は高校の時から何も変わってないな。だけどきっとこれから思い知ることになるだろう。自分がしたことは、いいことも悪いことも、すべて自分に返ってくるということをな。そんな。何してんだ。早くこいつを連れて行け。これ以上ここにいても、借金の返済額が減るわけじゃないんだから。それなら1分1秒でも早く返済できるように、さっさと稼いで来い。稼いで来いって、一体どういうことだよ。暴れるな。誰か助けてくれ。そうして誰にも助けてもらえなかった高橋は、組員たちによって事務所へと連行されていった。その後、予定通り事務所へ連れてきた高橋に組員たちは詰め寄った。それで一体どうするつもりだ。どうってお前が俺たちから借りた借金のことだよ。まさかここまで来て払えませんで済むとは思ってないだろうな。そんなこと、俺たちは組長に言われてるんだよ。今日は何が何でも、お前から借金の取り立てをしろって。1億返金されなければ、絶対に解放するなってな。でも、1億だなんて大金、今すぐには。だろうな。俺たちの組の名前を使って、恐喝してたぐらいだ。お前に金がないことは知ってる。じゃあそんな金がない奴から金を返してもらうにはどうしたらいいと思う？作らせるんだよ。もうすぐここに組長の知り合いが到着する。その知り合いと一緒に金を作ってもらうから覚悟をしてろ。金を作るって一体？さあな、どう作るのか詳しい話は聞いていない。ただ、かなりきつい仕事だということだけは、組長から聞かされてる。どんなに威張り腐ってた大男でも、助けてほしいと逃げ出すほどらしい。そんな。だけどこれは、お前の自業自得だろう。お前が金を借りたのは、銀行でもカード会社でもない、ヤクザからなんだよ。ヤクザから金を借りるということはそういうことだ。返せなかった時どうなるかなんて最初から分かってたことだろ。それにお前は返すどころか、俺たちから長い間逃げ回ってた。利子を入れて1億円もの借金をしておきながらな。それは親や先生に教えてもらっただろう。
借りたものはきちんと返さないといけないって。若頭、迎えが到着しました。そうか、わかった。予定通りこいつを連れて行ってくれ。かしこまりました。ちょっと待ってください。1億一気に返済することは難しいですが、少しずつ必ず返しますので、どうか見逃してくれませんか。今回だけですから。今回だけだと？お前の今回だけは一体何回あるんだよ。今回だけ、今回だけって。お前は何度も俺たちを裏切ったんだ。信じられるわけがない。今回だけは違います。絶対に返済しますから、信じてください。それが信じられないって言ってんだよ。もうこれは組長の決定だ。お前が逆らうことは絶対にできない。俺たちの監視下のもと、しっかり借りた1億円を稼いでもらうからな。そんな。何してるんだお前ら。さっさとこいつを連れて行け。はい。待って。やめろ。離せ。高橋はそのまま、俺の知り合いの車に乗せられ、とある場所へと連れて行かれた。1億もの借金を返済するため、高橋がこれからどんな仕事をするのか、ここでは言えないが、おそらく借金返済まで数年はかかるだろう。だけどこれは高橋の自業自得。あいつが借金をした状態で逃げ回らなければ、こんなことにはならなかったのだから。そして、高橋が悲鳴を上げている頃、会場に残った俺は、みんな、本当にごめん。こんなことに巻き込んでしまって、怖がらせてごめん。謝って済む問題じゃないと思うし、俺はこれで帰らせてもらうよ。今まで本当にありがとう。楽しかった。そう言って、同窓会の会費をテーブルに置き、部屋を出た。きっとこれでみんなとの縁も切れてしまうだろう。そう思っていた時だった。何言ってんだよ、佐々木。お前がヤクザの組長だろうが、そんなの関係ない。みんなもそう思うだろう。もちろんよ。高橋くんにいじられた時、助けてくれてありがとう。実は最近夫の浮気が発覚して離婚したの。指輪をしていないのもそういうわけだから、佐々木くんが助けてくれてすごく嬉しかったし感謝してる。そんな佐々木くんを追い出すとなんて、そんなことするわけないでしょ。みんな、言っておくけど、秘密があるのは佐々木だけじゃないぞ。俺だってみんなには言えない秘密の一つや二つぐらいあるさ。だけどそんな秘密を知っても、みんなは俺のことを見捨てたりしないだろう。佐々木だって同じだよ。今日は32年ぶりの同窓会なんだ。今何をしてるかだなんて、そんなのどうだっていい。学生時代の思い出話にふけって楽しもう。ありがとう。その日は、自分がヤクザの組長だということもすっかり忘れ、学生時代に戻ったかのように思い切り楽しんだ。そして同窓会が終わり、何事もなかったかのようにそれぞれ自分たちの生活へと戻った。数年後、また同じ場所で同じように会おうと約束を交わして。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は葛城誠二、葛城組の元組長だ。妻とは離婚していて、現在独り身だが、ほのぼのと老後生活を送っている。趣味は料理と夜の散歩だ。夜は組長だった頃は早々に出かけられる環境ではなかったので、この年になって夜の散歩が日課になっていた。運動にもなるし、いつも1時間から2時間程度歩くことが多かった。今日は気分を変えていつもとは違う道を歩こうと思う。最近この辺で男2人が暴れているという話も聞くし、見た目もヤクザっぽいらしい。俺が組を辞めた理由は、自分はもう体力がないと感じたからだ。もちろんそこらの年寄りと比べればスーパージジイかもしれないが、ヤクザはそんな簡単なもんじゃないからな。だから俺は信頼できる組のやつに全て任せることにした。本当だったら女房と仕事を辞めて
老後の生活を楽しむ予定だったんだが、あいにく仕事ばかりの俺からあっという間にいなくなってしまった。今はどこで何をしてるんだろうか。5年前引退した時に連絡してみたんだが、電話番号も住所も変わっていて結局連絡取れずじまい。引退した頃は少し寂しくてちょこちょこ顔を出していた組も、最近ではめっきり行かなくなっていた。やはり年寄りは黙って老後生活を楽しむべきだろうと思ったからだ。今日は夜の風が気持ちいいからついつい感傷に浸っちまったな。公園の池を眺めながらベンチに座って黄昏る聖司は、帰ろうと腰を上げるとたまに会うおばさんに出くわした。こんばんは。あら、桂木さん、今日もお散歩偉いわね。いえいえ、佐々木さんこそ。そういえば最近暗くなるの早くなってきたし、さっきあっちの方で女の子ナンパされてたのよね。大丈夫かしら。まだ明るいし人も通るからと思って何も言わなかったんだけど、思ったより暗くなるの早くてね。おばさんは心配そうに来た道を振り返った。ああ、俺が見て帰りますよ。あら、ごめんなさいね。桂木さんって60歳の割にはがっしりしてるから頼りになるわ。いえいえ、お気をつけてお帰りくださいね。そう言っておばさんと別れを告げて、教えてもらった方に歩いていく。元ヤクザなんでなんて言えるわけはないが、やはり他の年寄りよりは強そうに見えるようだ。聖司は何もなければすぐ帰るつもりでいたが、人生そう簡単に平和にはならないらしい。ええから一緒に帰ろうぜ。なあなあ、俺らと遊んだら楽しいからさ。やめてください。本当にただ待ち合わせしてるだけなんです。女の子一人、最近よく噂に聞く男二人に囲まれているようだ。見た目も明らかにヤクザ系で、軽いナンパだろうか、どこの組かはわからないが、きちんと教育しないとダメだろう。聖司は男二人に声をかけるより、まずは安全に女の子を逃がす方法を取った。あれ、さくらちゃん。ああ。誰ですか？いや、ここは空気を読んでさくらちゃんになってほしかったが、やはり男二人に囲まれたら怖くて余裕もないか。おい、ジェジェ、勘違いだよ。邪魔すんな、どっか行け。いやいや、目に似ていたものですまないね。ところでお兄さん方は、この子の知り合いなのかい？間違ったことをとぼけるように話し、隙を見つけることにした。なあ、ジェジェ、てめえに関係ねえだろ。おせっかい焼いてくんなよ。そうだぞ、俺らはこれから仲良くなるとこなんだよ。俺にはどうも女の子が嫌がっているようにしか見えなくてね。こんな薄暗い公園であんたらみたいなタッパのいい男に囲まれちゃ女の子だって怖がるだろう。聖司は優しい口調で二人をいさめる。まあ確かに。おい、まさき、何納得してんだよ。おー、危ねえ、納得しそうになったぜ。余計なお世話なんだよ、ジェジェ。思い切り聖司の肩をどつく男。その隙に女の子は逃げようとするが、あっさりもう一人に捕まってしまった。年寄りも混ざりてえのかもしれねえけどな、今日は若い世代だけなんだよ。そう言って女の子の手をつかみ移動しようとする二人に、聖司は強めに注意する。おい、嫌がってるじゃねえか。男だったらな、そんな二人で一人の女に寄ってたからねえで、正々堂々と勝負しやがれ。そう言うと、さすがに頭に来たのか、二人で聖司に詰め寄る。おい、調子乗んなよ、クソジジイ。早くあの世に行きてえのか。二人がこちらに寄ってきている隙に、聖司は女の子が逃げたのを確認した。二人は切れる寸前だったので、
ここで喧嘩してしまっては、二人は病院送り確実だと思ったので、聖司はとぼけたように、この場を離れようとする。まあまあ、二人さん。今日はあの女の子も嫌がってたことだし、キャバクラにでも行って、女の子と飲んでくればいいんじゃねえか。なあ、こんな親父に絡んだっていいことねえし、時間の無駄だろ。聖司がそう言うと、一人が納得しかける。まあ、確かに、今日はキャバクラでも行って、おい、まさき、またか、お前はバカなのか。ああ、また納得させられるところだった。おい、ジェジー、調子乗んなよ。そう言って、胸ぐらを掴んできた。ここで喧嘩しちゃ、周りに迷惑ですよ。こんなジジイを殴ったりなんかしたら、すぐ警察が来ちまいますよ。聖司はにこやかに話すが、二人はもう怒りの沸点で抑えられそうになかった。まさき、このじじい、ちっともビビってなさそうだぜ。やっちまえよ。ああ、この野郎。聖司は男に殴られそうになるが、うまくかわす。その姿に二人は驚いた。しかし、すかさず次の拳を振りかざしてくる。何とか殴る、かわすを繰り返していると、一発、聖司の顔に当たってしまった。そこで、聖司のヤクザ魂に火がついた。いくら引退したとはいえ、元ヤクザ。頭に火がつくのは早かった。おい、てめえら。名を名乗れ。俺は聖司だ。ここじゃなんだ。移動してから決着つけようじゃねえか。それともなんだ。てめえらは一発当てただけで満足のひよっこなのか。聖司がそう煽ると、鼻息荒く聖司についていく。俺はまさきだ。こいつは吉光。ジェジェ、俺らに喧嘩売ったことを後悔しても遅いからな。こうして三人は、人目のつかない高架下へと向かい、決着をつけることにした。高架下につき、まずは聖司が構える。構えた聖司を見て、まさきから走って、蹴りを食らわそうとする。おいおい、こんなもんか。まだまだ下っ端だな。うるせえ、ジェジェ、ふざけんな。何度も何度も、聖司に襲いかかるまさきだが、いとも簡単にかわされる。ふざけんな、クソジジイ。そう言って次は吉光が、聖司に向かって走る。右から殴りかかるがかわされ、さらに左に回り、また殴りかかるが、それもきれいにかわされてしまう。なんだこのじじい。動きが尋常じゃねえ。勝てる気がしねえ。弱音を吐くまさきに、吉光はすかさず頭をはたく。バカ野郎。こんなじじいに負けたら組での笑いもんだろう。さあたりさんに締められるところじゃ済まねえよ。何が何でも勝つぞ。おらおらどうした。もっと食いやごら。聖司が威勢よく怒鳴ると、二人は触発され、聖司に向かっていく。何度も何度も、聖司にかわされ疲れ果ててきた二人は、息を荒くしながらも、負けじと向かってくる。そんな姿に聖司は、昔弟子たちと喧嘩していたことを思い出していた。聖司がまだ組長だった頃は、月に一回、聖司と戦うことを許されていた。聖司に挑戦する者が、毎月何人もいて、最大まとめて5人相手をしたこともあったな。そんな思い出に浸っていると、自然と笑みがこぼれていたのだろう。そんな姿を、二人は気味悪がっていた。おい、ジェジー、気持ち悪いな。何ニヤニヤしてんだ。馬鹿にしやがって、俺らはこんなもんじゃねえぞ。おお、そうか。なら来い。お前ら、俺はそこら辺のジジイじゃねえからな。本気でかかってこい。なんとなくわかっていたが、こっちは最初から最後まで本気だ。まずはまさきが、聖司に向かって殴りかかってから、聖司が避けると、後ろから吉光が拳を振る。それも聖司が避けると、吉光が追い打ちをかけて隙をついたところで、まさきがまた襲いかかる。聖司はギリギリのところで避けた瞬間、二人は疲れ果てて、地面に倒れ込んでしまった。いいか、
お前ら今日はこの辺にしておいてやる。もうダセえことをすんなよ。そう言って聖司が去ろうとした時、義満が最後の力を振り絞って聖司に鉄拳を食らわした。痛えな。もう手加減しねえぞ。切れた聖司はまず義満をボコボコにし始める。もちろん手加減しないとは言ったが、さすがに多少はしている。ヤクザの端くれなのかはわからないが、一切弱音を言わない義満。まさきはそれを呆然と眺めていたが、はっと我に返り、義満を救出すべく聖司に体当たりをする。聖司はまさきの体当たりで少しよろけるが、よろけた反動を使って思い切りまさきに一発食らわす。それでまさきは地面に倒れた。このくらいにしてやろうと思い手を止めると、俺らは葛城組のヤクザだ。俺らに手を出したことを後悔しろ。そう言って義満はどこかに電話をかけ始めた。どこの組のやつらだと思ったら、まさか自分のいた組の男たちとは。俺の顔を知らないのか。ああ、まああの時の写真と今じゃだいぶ見た目も変わってくるか。組にいた頃はきっちりオールバックにしていて、綺麗にスーツを着ていたもんな。今じゃそこらで買った安い服にサンダルで、髪の毛も短く扱いやすくして白髪も増えた。最近顔を出していないのもあるが、新しく入ったヤクザどもは顔を知らないのは当然だ。しかしながら、おそらく今電話をかけたのは組のナンバー2の沢渡豪樹で間違いないだろう。しかしこのまま二人が勝手に俺に手を出したことが知れれば、この二人は今のようなボコボコ程度じゃ済まないな。半殺しは確実で、歯が何本かなくなるだろうな。まだまだ若そうなこいつらに地獄を見せるのはかわいそうだが、今ここで俺が消えたところでジジイに負けたと知れれば同じことだ。さあどうやって対処しようか。そんなことを黙ってブツブツ考えていると、まさきが聖司に声をかける。おいジジイ、何ブツブツ言ってんだ。今兄貴が来てて、てめえをぶっ潰してやるからな。おーおー、威勢がいいね。ぶっ潰されるのはお前らかもしれねえぞ。売り言葉に買い言葉ではないが、聖司も少々気が立っていて、ついつい煽ってしまっていた。そこに兄貴とやらが現れる。やはりナンバー2の沢渡豪樹だった。おい、お前ら大丈夫か。あら、先代じゃないですか。めっちゃ久しぶりですね。俺の顔を見るなり、沢渡は明るく俺に声をかける。二人は驚いていた様子だったが、聖司は無視して沢渡と話す。何してたんですか。相変わらずのご隠居生活っすか。ご隠居はやめろ。本当にジジイになった気分になるだろう。いやいや、すいません。最近先代が顔を出さないから、組のみんなも先代はもうあの世に行っちまったんじゃねえかと心配してましたぜ。今も随分元気そうで、見た目は少し老けましたね。でもやっぱり筋肉は変わらないっすね。この胸筋、やばすぎるっす。そう言って、沢渡は聖司の胸筋を触る。おい、やめろやめろ。安かねえぞ。いや、マジで寂しかったんですって。近況報告でも兼ねて、後ほど飲みに連れてってくださいよ。ああ、もちろんだ。連絡してこいよ。ありがとうございます。そんで、不届き者のジジイがいるって聞いたんで来たんですけど、そういえば先代、ちょっとボロボロじゃねえすか。もうそこ。聖司はここで、沢渡が、不届き者は俺だと気づいたと思ったが、そんなに賢くないことをすぐに思い出す。先代がこいつらのために、不届き者を成敗してくれたんすか。沢渡の予想外の回答に、そこにいた全員がずっこけた。沢渡さん、俺らが言ってたジジイはそいつです。そうです。俺らをバカにしてボコボコにしてきたんです。やり返してください。二人の言い分に、
沢渡は目を丸くする。いやいやいや、お前らこの方は先代だぞ。桂木組第9代目桂木誠司さんだぞ。お前らも知ってるだろう。沢渡がそう言うと、二人の顔はだんだんと青ざめていった。いや、このジェジェが。もう一度説明しようとする正樹に沢渡がブチギレる。ジェジェじゃねえよ、先代だよ。まさきお前誰に向かってジェジェって言ってんだ。ぶちのめされてえのか、こら。沢渡がそう言うと二人は黙る。誠司はなんて声をかければいいか考えていたが、どう言っても沢渡の沸点に触れそうな気がして何も言えずにいた。最終的に自分が何とかできるだろうと思い、二人がどのような説明をするのか見守ることにしたのだ。おい、まさき、吉水、どっちでもいい、説明しろ。そう言われても、こんな怖い兄貴の前じゃ何を言ったら潰されてしまうか怖くて口を開けない二人。しばらく黙る二人に、沢渡はブチギレる寸前だった。おい、なんとか言ったらどうだ。それともなんだ、このまま川に投げ込まれてえか。そう言われて吉光は泣きそうになりながら口を開け始めた。俺と正樹が可愛い子がいたので声をかけて一緒に飯でもどうかと思って、ただ女の子が嫌がるから俺たち意地になってしまって、しつこく声をかけていたらこのじじいが、先代が俺らに注意をしてきたので頭に来て一発殴りました。そしたら先代が切れてここに連れてこられて、俺ら二人とやり合いになって。自分がどんな説明をしているかだんだんわからなくなってきていた吉光だったが、沢渡は黙っていた。それで兄貴に電話しました。もう俺らどうしようもなかったので、それがまさか先代だとは知らずに。そこまで言うと沢渡は口を開いた。おい、先代の顔は全員分教えたよな。なんで覚えてない。お前らは先代に手を出したんだぞ。これが今の頭に手を出した時、お前らどうなるか理解してるんだろうな。沢渡が二人に問いかけると二人はうなずく。お前はもう組に入れなくなるどころじゃなく、ここら辺にも住めなくなるんだぞ。それをお前らはやっちまったんだ。今からどうするか決めるから覚悟しておけよ。はい、すんません。ぶち切れた沢渡はこの先どうするか、どのように罰を与えるか、ものすごく悩んでいるようだった。おい、沢渡、あいつらのことを手にかけてやってるのか。俺がいた頃は冷酷な男だったじゃねえか。いや、まあそうです。実はいろいろありまして。なんだか恥ずかしそうに答える沢渡。もともとはかなり冷酷な男で、情なんて湧かないやつだった。人は変わるもんだなと思いながら、誠司はその理由を詳しく聞く。いやー、実は、あいつらは俺が組に入れたんです。夜の繁華街で違う組と揉めていたんで、つい助けちまったんですよね。そんな面倒なこと、俺は普段しないんですけど。あいつら、なんで他の組と揉めてたか聞いたら、歩いていたおばあちゃんとぶつかったのに、謝らなかったから切れたって。全然強くなんかねえし、半分ボコボコで。まあ、その時は、相手も組の下っ端で、俺の名前言ったらすぐ消えていきましたけど。沢渡は二人を優しい目で見ていた。そこから、あいつらは俺のことをすごい慕ってくれて、組に入れることを決めたんです。何より、生い立ちや家庭環境が、俺と似てるんすよ。だから、ほっとけなくて。沢渡は5歳まで親と暮らしていたが、母親の再婚相手に毎日毎日嫌がらせをされて施設に入ったそうだ。それで若い頃は荒れていたが、俺が45の時に組に入れて面倒を見たのがきっかけでだいぶ大人になった。正樹と吉光もどちらも同じ理由で施設に入り、年が同じだということでずっと二人でつるんできたそうだ。施設育ちだと
周りにバカにされるために二人でやり返してきたそうだ。そんな二人を見ていたら俺羨ましかったんですよね。俺にはそんな気心の知れた友達なんていなかったですから。だから俺が先代にしてもらったみたいに受け入れて二人を育てていきたいと思ったんです。強くまっすぐな目で二人を見るさあたり、二人はどうしよう、やばいといった感じで顔を見合わせていた。それで今回の処分はどうするつもりだ。いくら自分の子分が可愛かったってナンバーツーのお前が二人だけ優遇するのもできるはずないよな。聖司はさあたりに聞く。さあたりは顔を歪めながら迷っているようだった。いや、俺も丸くなりましたね。こんなに自分の手にかけてる子が何かやらかした時、俺がしっかり反省させないといけないですけどね。この度は俺の管理が行き届いてなくて申し訳ありません。今回は俺の失態で先代にご迷惑をおかけいたしました。この件については俺がしっかり責任を取らせていただくので、こいつらのことは許してやってくれないでしょうか。そう深々と頭を下げるさあたりに、聖司は少し考えたが拒否する。なあさあたり、俺はお前がやらかした時、絶対にお前に責任を取らせていたのを覚えているか。なんでかって言うとな、力を持っている俺はもちろん助けてやれるが、それだと人間成長しねえからなんだ。今お前がやろうとしていることはな、この二人の成長を妨げることになるんだぞ。それっていいことじゃねえだろ。そう言われてさあたりは黙る。おそらく可愛い子分のことを考えて発言したが、聖司の言うことも理解できるからだ。そこへ正樹と義満がやってきた。兄貴、俺らが悪かったんです。先代の言う通り、兄貴が責任を取る必要ないっす。俺らがしっかり責任取ります。兄貴は俺らの恩人ですから迷惑かけたくないです。お前ら。さあたりは目頭に涙をためて二人を見た。聖司も二人のそんな姿を見て、できるやつだと確信した。よし、わかった。お前らの処分は俺が決めよう。と言ってももう組の人間じゃねえがな。今日のことは頭には黙っておいてやる。俺もお前らのような若い世代が俺のことでボコボコにされるのなんて見たいと思ってねえからな。聖司は腰に手を当てて三人に告げる。先代、いいんですか。本当に感謝します。お手柔らかにお願いします。さあたりはほっとしたような顔をしていたが、二人は少々引きつっているようだった。わかったっす。おいおいお前ら、何怯えてんだ。さっきまで俺のことを散々じじい呼ばわりしてただろうが。マジですんません。でも九代目って言うとなあ。ああ。二人は顔を見合わせながら怯えている。おいおい、一体俺は組でなんて言われてんだよ。聖司は自分が組でなんて呼ばれているか知らなかった。組長の頃は鬼の九代目なんて言われていたが、まだ鬼の九代目って呼ばれてんのか。いや、さあたりに聞いてもなかなか答えてくれない。しびれを切らした聖司は二人を睨みつける。鬼の九代目から霊国非道の極悪爺さんって、おいおい、マジかよ、なんだよそれ。極悪爺さんって随分馬鹿にされたもんだな。これを考えたのはおそらく沢渡だろう。沢渡は少し大げさに物事を伝える癖がある。お前だな。ああ、俺飲み物でも買ってきますわ。お前後で閉める。沢渡はささくさといなくなっていった。さて、今回の無礼の罰だが。聖司は二人の方を向き直って何にするか話す。二人はビビりながら肩をすくめる。俺と喧嘩をすることだ。そう言うと二人はキョトンとした顔をした。俺が組長だった頃は
聞いたことあるかもしれないが、月一回部下の相手をしていたんだ。もちろん病院送りにするまでボコボコにしたりはしないがな。まあ要は喧嘩の練習みたいなもんだよ。今回は二人で俺の相手をしろ。お前らはなかなか筋がいい。現に何発か食らっているしな。誠司が説明すると二人は驚いていた。え、俺ら二人で先代の相手をするんですか？そんなことでいいんですか？おいおい、じゃあお前らは川に投げ込まれたり集中的に攻撃されることを望んでいるのか？そう言うと二人は首をブルブルと振った。お相手させていただきます。一つ聞いてもいいですか？なんでたまに相手をしてたんですか？誠司はそう聞かれて、なんで相手をしようと考えたのか思い出していた。あ、それはな、俺が組長をやっていた時、下の方まで目が行き届いていなかったことが原因で、組内ででかいトラブルが起きたことがあったんだ。それじゃあダメだと思ったんだ。組にいる人間だってみんな人間で感情を持っているだろ。俺に不満があるやつだっているはずだ。だから月一回でもいいから下の奴らと語り合って現状を把握しようとしたんだ。ただ俺はうまく言葉を出せるタイプじゃねえからな。そこで喧嘩の相手をするってことに決めたんだよ。男は拳で語るってことだな。そのような話をすると二人は目を輝かせていた。なんすかそれ、めっちゃかっこいいっす。男は拳で語る、マジ惚れたっすだろ。じゃあお前ら俺と拳で語るぞ。うっす。三人は喧嘩を始めた。誠司は二人が振るう拳を華麗にかわして、一人ずつ軽くお腹に一発入れる。よろけた二人はすぐに持ち直し、今度は蹴りを入れる。一人をブロックした誠司に、もう片方がまた拳を振る。そこでやっと一発誠司に当てることができた。やるじゃねえか。よし、もっとやるぞお前ら。そう言うと三人は飽きるまで喧嘩をした。しばらくして三人は疲れ果てたのか、全員で地面に倒れ込んで星空を眺めていた。みんな息を切らし、顔や体は傷だらけだったが、すがすがしい気持ちでいた。いやー、先代強いっすね。全然歯が立たなかったっす。俺もっす。マジ強すぎてやばかったっす。呼吸を整えつつ話す二人。お前らもいい筋してたよ。俺に食らわせる奴なんて、組でも数人しかいなかったからな。マジっすか？じゃあ俺ら最強になれるかもしれねえな。ああ、もしかしたら組を引っ張っていけるかもしれねえ。たった一言褒めただけで、調子に乗る二人は、やはり、サータリが育ててるだけあるなと思った。バカ野郎、てめえらが組を引っ張ってくなんて、一億光年早えんだよ。そう声をかけてきたのは、サータリだった。サータリは飲み物を買って、持ってきてくれていた。兄貴、ありがとうございます。相当喉が渇いていたのか、二人は一気に飲み物を飲み始める。先代、今日はありがとうございました。マジでこいつらのいい経験になったと思います。本当感謝してます。いいってことよ。お前も大事な仲間ができて本当に良かったな。心配してたんだ。お前は孤独を貫く癖があるからよ。お前が信用できる奴ができて本当に良かった。まるで子供を見るかのように、サータリの頭に手を置く誠司。それを恥ずかしがって、サータリは振り払った。やめてくださいよ。俺もう35っすよ。先代と出会った時の俺とは違うんすから、子供扱いしないでください。いやでも、ほんと可愛い後輩というか、弟みたいに見てるんですよね、こいつらのこと。これも全部誠司さんから教わったことですよ。俺先代に、本当に成長させてもらってたんだなって、先代が辞めてから改めて気づきました。マジで、先代には一生ついていきます。熱く語るサータリに、なぜか心を打たれた誠司の目には、涙が溢れていた。
いや、年取ると涙もろくてしょうがねえや。泣かないでくださいよ、先代。なんか、俺まで泣けてくるじゃないですか。そう言って、おじさんとおじいちゃんの男泣きをただ呆然と見ている二人だった。何泣いてんすか？いい年したおっさんが。そう突っ込まれて、うるせえよと、二人は息ぴったりに突っ込みをした。兄貴が先代に一生ついていくって言うなら、俺は兄貴に一生ついていきます。俺もっす。結果的に先代にも一生ついていくことになるっす。ええ、俺はもうお前らの面倒は見たくねえな。聖司はそう言って、高らかに笑った。なあ、いいかお前ら。俺のいた時代とお前らのいた時代は、同じように見えて全然違うものなんだよ。だから俺についてこなくていい。お前らは、お前らなりのいい葛城組を作っていけばいいんだよ。俺はその組作りに手助けすることしかできねえが、いつでも困った時は、この老いぼれの元に足を運んでくれや。そう言うと、三人は号泣し始めた。なんかめっちゃ胸に響いたっす。先代って極悪じゃなくて神様じゃないっすか。先代が安心できる組作りを目指していきます。泣き始めた三人に戸惑いながらも、先代は温かく三人を見守った。空には満天の星。少し遠くを見ると街の明かりが見える。まだ夜は眠らないらしい。今日でここ三人と聖司は家族以上の絆ができた。最近組に顔を出していなかった聖司も少しは顔を出す理由ができたことに少し喜びを感じていた。その日四人はそれぞれ家に帰り、後日またご飯でもっと約束をした。それからここ数ヶ月、週に三回は聖司の家にあの三人が来ていた。おいおい、確かにたまに俺の相手をしてくれって頼んだが、週三回も家に来ることねえだろ。何言ってんすか、聖司さんがボケたら大変だから、俺らが様子見してるんですよ。聖司さんは一人見っすからね。うるせえな、まだ60だ、ボケることはねえよ。いやいや、年寄りが一人でいて、他人と会話が減れば、ボケてく確率も上がるらしいっす。そうなのか、毎日来てもいいな。いや、勘弁してくれよ。正直、聖司は、静かな生活に少し飽きていたところだった。だから三人が家に来てくれるのは、本当は嬉しかったのだ。ここ数ヶ月で聖司は、まさきと吉光にいろいろなことを教えてきた。組で生き残っていく方法や、他の組との関わり方。もちろん組の人間としての礼儀や作法も叩き込んだ。そんなことをしているうちに、この家でご飯を食べるようになってしまったのだった。それも聖司の生活の刺激になっていいのだが、元の静かな隠居生活も、たまに恋しくなる日もあったのだった。まあいいけどよ。組の情報やらみんなの話も聞けるからさ。ただお前ら、もう俺に教えを請いに来たんじゃなくて、俺の飯を食いに来てるだろう。まあそうっすね。聖司さんの飯マジでうまいっす。ほんとどこで覚えたんですか。一人暮らしそこそこしてりゃ、飯作るのだって多少はできるようになるんだよ。料理できる男ってマジかっこいいっす。聖司の作った料理を頬張りながら、一生懸命聖司を褒めちぎる二人に、サータリはなんだか温かい気持ちになった。これからも聖司とサータリと下っ端二人は、毎週こうやってご飯を食べて、本当の家族のように過ごしていくのであった。めでたしめでたし。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私には血のつながっていない兄の力也がいる。兄とは10歳も離れていた。私の父はシングルマザーであった母と結婚。その後私はその二人の間に生まれた。
兄が18歳になった時、兄は家を半ば無理やり出て行ってしまった。兄は、親には態度が悪かったが、私のことは本当の妹のように可愛がってくれた。兄が出て行ってから月日は流れ、私は大学生になっていた。ゆいちゃん。あ、彩香さんだ、こんにちは。サークルの先輩の中で唯一と言っていいほど慕っていたのが彩香さんだった。夏休み入ったらご飯食べに行こうよ。お店予約しとくからさ。夏休みに入るとすぐに彩香さんから連絡が来た。一週間後に私はルナと一緒にお店へと来ていた。店に入り、彩香さんの言う通りに奥の部屋の個室へと入った。あ、来た来た、入って入って。こんばんは。そこには彩香さんだけではなく見知らぬ男性が二人いた。おお、かわいい子じゃん。うわ、テンション上がるわ。座れ座れ。はい。私とルナは顔を合わせ、何事かと思っていた。なので小声で彩香さんにどういうことかと尋ねた。この人たち誰ですか？同じ大学の人ですか？てか三人じゃないんですか？この人たちは私の知り合いでよくしてもらってる人で、たまたま来ることになっちゃったんだ。それなら言ってくださいよ。後日でもよかったんですから。ごめんね。どうしても後輩にも会いたいって言うからさ。はあ、結局5人で食事をすることになった。2人は何飲む？ここは可愛くカクテルとか。私たち未成年なのでお酒は飲めません。そんな固いこと言わずに飲んじゃえばいいじゃんか。そうだって、警察なんかバレないし、俺らが注文すれば文句はないからさ。でもちらっと彩香さんの方を見るが、笑っているだけでフォローもしてくれなかった。私とルナにとって最悪な時間は簡単には終わることはなかった。二人は最近いつ男と寝たの？セフレとか彼氏とかいる？自分ですることとかあるの？週何回でするの？いや、そんなことは。男たちは初対面なのにもかかわらず下品なことばかり質問をしてきた。その度に目で彩香さんに助けを求めるが、もちろん助けてくれることなどなかった。ルナと二人で耐えていると、時間は気づけば22時を回っていた。そろそろ帰るか。そうだな、もう遅くなってきたしな。心の中でやっと帰れるとガッツポーズをした。会計は男たちが出すと言って、私たちが払う隙もなく、不本意ではあるが怒られる形となった。じゃあ私とルナは帰りますね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。一刻も早くその場から立ち去りたかったので挨拶をして帰ろうとした。もう帰っちゃうなら家まで送ってくよ。夜遅いからさ。女の子二人じゃ危ないからね。大丈夫です、家も近いので。いいからいいから。ほら、ルナちゃんも一緒に行こう行こう。え、でも。何？送ってくだけじゃんか。私たち二人で帰れば大丈夫なので。は？何？逆らうの？そんなわけじゃ。じゃあそこはありがとうございますで終わりでいいじゃんか。ありがとうございます。結局半ば強引に私たちは送られることになってしまった。5分ほど歩いたところで男が一人話し始めた。ちょっと寄り道したいから一緒についてきてくんない？じゃあここでいいですよ。ここからそんなに遠くないので。ちょっとだからついてきてよ。いや、大丈夫なんで。来いって、少しだからって言ってるだろ。少し断っただけなのにもかかわらず口調が荒くなっていた。それに少し恐怖感を覚えた私たちは
仕方なく後ろをついていくことにした。すると、だんだん人気のない方へと歩いていく。じゃあ二人とも、ここに一緒に入ろうか。え、ここって。男が言う建物は、ラブホテルであった。何言ってるんですか？こんなところ入りませんよ。さすがに失礼すぎる態度に、私はイラッとしていた。大丈夫大丈夫、入ったら楽しいことが待ってるからさ。二人ともヒーヒー言わせてあげるから任せてよ。男たちは私とルナの腕を掴んで引っ張り込もうとした。やめてよ、そんなつもりないって。頭おかしいんじゃないの？話して触らないでください。男たちの腕をほどき二人を睨んだ。男たちの態度に関してはムカつくが、彩香さんに対してもイラッとしていた。どういうことですか？こんなことさせるために私たちを呼んだんですか？仕方ないじゃない。仕方ないってどういうことよ。すると男たちは笑いながら話を始めた。そいつはな、俺とトシヤでビデオを撮ってやったんだよ。いやー、あれは最高だったわ。なあ、アヤカ。最初は嫌がってたけど、途中から楽しそうだったもんな。アヤカさんは下を向いていた。ごめん、逆らえなくて、ばらまくとか言われて仕方がなくて。だからって、やっていいことと悪いことがあるでしょ？うん、そうだよね。ってことは、最初からホテルに連れ込んで、ビデオ撮らせるために私たちを呼んだの？うん。最低。何してくれてんのよ。私は帰る。おいおい、帰れると思ってんの？ここまで来てさ。このままじゃ、彩香ちゃんどうなるか分かったもんじゃないよ。そんなこと知りません。私たちは最初から彼らにビデオを撮られるためだけに呼ばれていたことを知った。その話を聞いた私とルナは完全に切れてしまっていた。じゃあそういうことだからさ、一緒に中に入ろうよ。お友達も一緒なら寂しくないからさ、楽しい夜にしようぜ。そう言いながら男たちは腹を抱えて笑っていた。私は一応ではあるが、二人が目線をそらしている隙に携帯で兄に電話をかけた。普通にかけてはバレてしまうので、通話の状態にしたままカバンの中に携帯をしまった。おもろいわ。じゃあ行くか。抵抗してももう意味ないから行くぞ。そう言いながら男たちはこちらへと近づいてきた。帰るって言ってるでしょ。絶対に行かないからね。反抗するルナに対して男が吠えた。いい加減にしろや。無理やり拉致るぞ。こら。男の凄みにルナは圧倒されてしまい、一気に怯えてしまった。優しく言ってる間に、おとなしくついてこいや。そう言いながら二人はこちらへと近づいてきた。いや、いやだ。大丈夫。大丈夫だから。泣いているルナの手を握りながら私は叫んだ。こんな丸々ホテルになんか絶対入らないから、無理やりなんて嫌なんだから。おうおう、どうしたいきなり叫んで。こいつビビりすぎて頭がおかしくなったんじゃないの？二人は私が錯乱しているだけだと思ったようだが、私は兄に向かって叫んでいた。まあ、中に入ってしばらくしたらおとなしくなるな。ほら、行くぞ。離して触るな。威勢がいいな。こういう子をおとなしくさせるのもまた楽しそうで興奮しちゃうわ。私は必死で抵抗をしていたが、ルナはそういうわけではなかった。ルナ、ダメ。もういいの。もう。ルナは完全に諦めてしまったようで、力なく引っ張られてしまった。じゃあこのこと先によろしくやってるから、後でそいつ連れてこいよ。わかったわかった、任せとけ。私は引っ張られていくルナの元まで行き、男の腕に噛みついた。いって、何しやがんだてめえ。
男は噛まれた場所をさすりながら後ずさりした。あんたらバカじゃないの？行くわけないでしょ。調子に乗んなよこれ。私を連れて行こうとした男が私のお腹めがけて蹴りを入れた。あまりの激痛に私は地面にうずくまった。痛い、痛い。ゆい、大丈夫？ゆい。もうルナも私も涙で顔がボロボロだった。男相手に力で勝てるわけがなく、暴力を振るわれた途端にこのまま好きなようにされる。そのことが頭でいっぱいになってしまっていた。やっとおとなしくなったか。最初から殴っとけばよかったな。今後は先に一発入れといた方が話早そうだな。ここに連れてきたらとりあえず今度から殴っとくことにしようが。二人はまた笑いながらこちらへと近づいてきた。いやだ、絶対に行かない。こっちに来ないで。もういや、助けて、誰か助けてよ。このままでは絶対に連れて行かれてしまう。そんな恐怖が頂点まで達して、私たちは大きな声で叫んで助けを求めていた。何でもしますから許してください。何でもしてくれるの？嬉しいな。中にじゃあ入ってくれるかな。助けて、誰か。さすがに人気がないと言っても全く人が通らないわけではない。私たちの存在に気づいた通行人に助けを求めた。あの助けてください。通行人の男性がこちらへと近寄ろうとすると、男たちの顔つきが変わった。おい、こら、なんだお前、なんか用か。通行人の男性はびっくりして後ずさっていた。お前は俺らが誰か分かってて関わる気なんか。後で後悔する前にさっさと失せろ。二人はそう言うが、通行人の男性はその場から去ろうとはしなかった。おいおい、俺らはこの辺仕切ってる丸組のヤクザだぞ。痛い目見る前にとっとと失せろや。ヤクザと聞かされて男性は走って逃げてしまった。え、そんな。助けてもらえなかった絶望を感じていると、男が一人私の前へと座り込んだ。おい、助けを呼ぶんだろ、ほらやってみろよ。え、助けて。そんな小さな声じゃ聞こえないぞ、ほら。二人は怯えている私とルナを面白がっていた。そしてふと彩香さんの方へと視線を向けた。しかし彼女は何も言わず、その場に立ってこちらを見ているだけだった。誰も助けてくれない。私とルナは腕を引っ張られて立ち上がらされた。誰か助けて。ホテルの入り口に入りかけた瞬間に大きな声が聞こえた。やめろ、何やってんだ。その声に私とルナ、そして男たち二人と彩香さんが振り返った。道の奥の方から大きな声を出しながら向かってくるのは兄の力也だった。お前ら、その二人話せ。誰だ？お前の彼氏かなんかか？いえ。スーツ姿で携帯を片手に持ちながら、力也は走って近づいてきた。お前誰だ？こいつらの知り合いかなんかか？俺はこいつの兄貴だ。力也は私を指さして言った。え？何？お兄ちゃんが来たの？マジでおもろい。それで、お兄ちゃんがなんかよ？その子たちを話せ。それでお前らは失せろ。は？部外者だろうが、こいつらは同意の上で中に入るんだぞ。同意の上だと？二人とも入ろうとしても、何の抵抗をしてないしね。お前らが脅したからだろうが、どこにそんな証拠があるんですか？こいつが俺に電話して、通話状態のままにしてくれてたから、全部知ってんだよ。何？そう言うと男は、私のバッグを漁り、通話状態であったスマホを見つけた。おいおい、
気づかんうちにこんなことしてたんかよ。これはお仕置きだな。そう言って男たちはニコニコしながら私のバッグと携帯を地面に叩きつけた。何がお仕置きだ。ぶっ飛ばすぞお前ら。お兄ちゃんじゃなくて警察にかけてればまだワンチャンスあったかもな。バカな子だな。お兄ちゃん呼んだところでさ。そう言ってまた二人は笑い始めた。むしろ俺は警察じゃなくてよかったよ。は？何言ってんの？俺が直接やってやれるからな。二人相手に勝てると思ってんの？そう言うと男たちは睨みながら兄に近づこうとした。私はこのままでは兄がやられてしまうと思い、とっさに兄の手を掴んだ。電話で聞いてたんでしょ？ユイのおかげで全部聞いてたよ。この人たちヤクザなんだよ。手なんか出したらとんでもないことになるんだよ。ああ、わかってる。お前、ヤクザってわかってて手を出すのか？そうだけど、なんか文句あるか？もし勝っても後で報復来るとか考えないわけ？報復なんて来ないんだよ。ヤクザって言ってもお前らは腰抜けだ。お兄ちゃん、もういいの。強がらないで逃げて。私は泣きながら兄を突き飛ばした。だってよ、俺らは中でよろしくやってくるからな。俺らが満足するまで使い終わったら妹は返してやるよ。そうして二人に手を引かれて私とルナが中に入ろうとした。しかし兄は引き下がらず、私とルナの手を引き自分の元へと引き寄せた。お前、話聞いてないのか？妹たちはいいって言ってんだろうがよ。逆らうなら、お前、今ここでやっちまうぞ、こら。男たちがそう言うと兄はふっと笑った。お前らみたいな腰抜けが俺をやるだと？は？そう言うならかかってこいや。なめんじゃねえぞ、こら。男は兄の方へと突っ込んだ。兄は近づいてくる男の顔面めがけて回し蹴りを食らわした。男の頭は吹き飛び、一回転して地面に叩きつけられた。トシヤ、大丈夫か？おいおい、威勢がいい割には一発で終わりか？なんだとこれ。蹴られた男は気を失っているのかわからないが、ピクリとも動かなかった。所詮ヤクザって言ってもその程度なんだろう。お前、ヤクザなめんじゃねえぞ。お前らみたいな下っ端なんぞクソくらいだ。後で泣き言言っても知らんからな。そう言うと男はその場で誰かに電話をし始めた。お兄ちゃん、こんなことしたら。大丈夫だよ。そんなことよりどうしてこんなことになったんだ？実はあの人に言われてご飯に行ったらこいつらがいて。あの人って？そこで立ってる女の人。なんだと？そう言って兄が彩香さんを睨むとなぜか怯えていた。せっかく助けてくれたのだからこちらに逃げてくればいいのに、その場に突っ立っていた。お前も逃げるなよ。後で話聞かせろ。はい。夜に柄の悪い連中と一緒にいたら危ないってわからないのか？だって彩香さんとルナと三人でご飯の予定だったから。ああ、そういうことね。兄は何か納得したようで自分の上着をルナにかけた。大丈夫かい？はい。もう少しで終わるからじっとしててね。はい。ルナは頭が混乱しているようで、はい以外何も言えなくなっていた。はい、よろしくお願いします。はい。ちょうど電話が終わったようで男はこちらを睨んだ。兄貴たちがこっちに来るらしいから覚悟しとけよ。俺は丸組の構成員だぞ。どれだけ怖いか教えてやるよ。丸組の構成員ね。世間知らずのお前に常識叩き込んでやるから覚えとけよ。
お前が丸組の恐怖を言うか。まあそれじゃあ俺が体に教えてやるよ。なんだと？兄はゆっくりと男に近づいていった。こっちに来るんじゃねえ！殺すぞ！おう、やってみろよ。この野郎！男は兄へと殴りかかるが、兄はその拳を片手で掴んだ。これくらいで俺を殺すのか？無理があるな。調子乗るなよ。そう言うと男は懐からナイフを取り出した。これで殺してやるからな。お前それで人なんか刺したらとんでもないことになんぞ。知るか。そう言って男は兄に向かってナイフを振り下ろした。しかしそれが兄に当たることはなく、逆に兄はその腕を掴んだ。本当に刺しに来るとはな。うるせえ、話せ。しかし兄はそのまま男の腕を折ってしまった。うがぁ、痛え。まあナイフがあれば正当防衛だろ。うぅ、とりあえずお前も気失っとけ。兄はそのまま馬乗りになって男をボコボコにし始めた。あっけに取られていると向こうから柄の悪そうな連中が走ってきた。さっき男が電話をしていた応援が来てしまったのだと思った。お兄ちゃん逃げて。ん？仲間が。仲間？兄が振り返ると男たちは兄の前で足を止めた。お疲れ様です。柄の悪そうな連中は全員綺麗に一列に並び、兄に向かって頭を下げた。え？ああ、お疲れさん。兄貴どうなりましたか？どうもこうも、お前らはこいつら知ってんのか？こいつらは俺の同期ですね。さっき兄貴に電話するとか言ってたけど、誰に電話したんよ？さっき俺らの二個上の兄貴たちに連絡が来たらしいんです。ってことは、そいつらもこっちに来るんか？その後に俺にも連絡が来たんで、事情を説明して来なくていいとお伝えしました。おいおい、マジかよ。呼んだ方が良かったですか？そいつらとグルの可能性もあるだろうが。この場でそれなら全員しょっぴげたのによ。そういうことですか。呼びましょうか。もう疑ってくるわけないだろう。それもそうですね。そういう場合は、一回俺に連絡してからにしろよ。何事もないかのように、兄は柄の悪い連中と普通に話していた。お兄ちゃん、どういうこと？兄貴って何？お前にはできたら言いたくなかったんだけどな。言いたくなかったってどういうこと？お前が小さい頃に俺が出て行った先はヤクザの事務所なんだよ。え？そのまま俺はヤクザの事務所入りして今若頭補佐やってんだ。若頭補佐？まあまあ偉いってことだよ。若頭補佐？おう、まだ意識あったか？はい。お前、丸組の構成員なんだっけ？そうです。俺、そこの若頭補佐やってんだ。はい。お前はそんな俺に生意気な口叩いただけじゃなくて、ナイフ突き立てやがったな。すいません。そんなつもりじゃ。そんなつもりじゃなかったとでも言うのか？知らなくて。男はもう戦意を完全に失っており、さっきまでのでかい態度はどこかへと行ってしまった。知らなければナイフで刺そうが殴ろうがいいのか？そんなことは一切ありません。だよな。本当にすいません。自分のところの兄貴刺そうとしたなんて知れたら、海から何されるだろうな。考えたくもありません。お前ら以外の奴らは絡んでねえのか？正直に話せよ。自分たちが勝手にやってたことです。それで勝手に組の名前使いやがったのか？おっしゃる通りです。兄は男を睨んだまま指示を出した。そこで伸びてる奴を起こせ。はい、お前ら、手伝え。兄が指示を出すと、男たちは男を揺らして起こした。
ここは。起きろ。強しか？てか、さっきのやつは。目を覚ました男は周囲を見渡した。お前、さっきの。起き上がった男が殴りかかろうとすると、それを手下の人が止めた。やめとけ。トール見てわからんのか？トール？そこには兄に、さっきまでやられていた男が正座をしていた。お前、何してんだよ。もうやめとけ。この人に逆らったらまずい。まずい？何が？この人は、うちの組の若頭補佐だ。若頭補佐だと？リキアはさっきまで気絶していた男の胸ぐらをつかんだ。俺がてめえの組の若頭補佐のリキアだ。覚えとけ。はい。お前ら二人のせいで、うちの妹が傷者になるところだったんだが。すいません。起こされた方の男は、涙で顔がぐちゃぐちゃになっていた。お前らはこれが初めてじゃないだろう。と言いますと、今までにも、女を無理やりホテルに連れ込んだりしてただろって聞いてんだよ。やってました。おい、つよし。はい。こいつら今までどれくらいやってきたか分かったもんじゃねえ。そうですね。多分だが、こいつら以外にもやってたやつもいるだろう。多分、いると思います。すべて吐かせとけ。わかりました。そう兄が言うと、男たちは、兄の手下たちに連れて行かれてしまった。ホテルの前には、私とルナと兄、そして立ち尽くす彩香さんがいた。これでもう大丈夫だ。安心しな。怖かった。ありがとうございます。恐怖感と緊張感などの様々な感情から解放された私とルナは、その場で号泣した。とりあえず、今日のところは、お前ら二人は帰れ。うん。一人で帰るのが怖いとかなら、その子も家に泊めてやりな。わかった。お兄ちゃんは一緒に行ってくれないの？とりあえず、後始末もあるし、この女に用があるからな。どういうこと？詳しい話がわからないけど、お前どういう立ち位置なんだよ。私も、ゆいちゃんとルナちゃんと同じようにホテルに連れ込まれて。ビデオ撮られたってか？それで脅されて他の子連れてこいって言われて。もしそんなことされたのだとしたら誰かに相談しなかったのか？相談したところで誰も助けてくれないと思って。警察にも相談一切しなかったってことか？だってその後の報復みたいなのも怖かったし。それでビデオ撮られたのはいつの話だよ。彩香は考え込んだ。もしその話があいつらと噛み合わなかったらおかしいよな。え？俺はちなみにあんたのことを疑ってる。なんで疑ってるの？こいつが本当にビデオ撮られていたとして、なんでこいつはあいつらの相手しないんだよ。そりゃ新しく私たちにビデオを撮らせるためじゃ。別にこいつはそれでも何回でもホテルに連れ込めばいいだろう。うん。こいつだけなんで人を連れてくる係みたいになってんの？彩香さんはおどおどし始めた。これからあの二人には話聞くけど、お前との話が合ってるかも確かめるからな。それとユイにも確認したいんだけどさ。何？こいつ大学も普通に行ってたんだろ？だと思う。そんなことさせられてたら大学なんて普通行けないだろ。ああ、確かに。脅されてたくせに普通に生活してる方がおかしくないか？確かに兄の言う通りだった。普通にそんな心境で大学生活なんてできるとは到底思えなかった。あんた本当は脅されても何でもないんだろ？今言ったら俺らは手出さねえけど。
彩香さんは少し考えてから話し始めた。実は、あの二人とは昔からの知り合いで。おう。私が大学生だから女の子を集めてくれって言われて。それで？集めた女の子を恥ずかしめて動画を撮ってそれで稼ごうって言われて。話に乗ったってことか？最初はムカつく奴がいたから、そいつを恥ずかしめてほしいって頼んだだけだったのに。あいつらにその後も、共犯だとか言われて、脅されたってか？私だって被害者だもん。悪いのはあいつらでしょ？そう言った瞬間に、兄さんは彩香さんにビンタをした。とりあえずお前は、一回話ちゃんと聞くために連れてくわ。何もしないんでしょ？うるせえな。おとなしくしてれば、そのまま警察に突き出してやるよ。そんな。俺らは手出さずに話聞くだけだからな。まあ、話さなかったら知らんけど。彩香さんはその場でガタガタと震えていた。ってことだから帰れ。俺はこいつ連れてくからよ。ちょっと待って。なんだ。私は彩香さんに近づいた。ねえ、何よ。くたばれ、ブス。私は彩香さんの顔を思い切り叩いた。地獄に落ちろ。私はもう一度、ルナの手を握った。私たちはこれで帰る。気が済んだか？全然気は済んでないけど、これ以上やっても意味ないしね。まあ、あとは俺に任せとけ。そう言って私とルナは手を繋いだまま、私の家へと帰った。すごく怖かったね。まさか彩香さんにあんな形で裏切られるとはね。私とルナはその日疲れ切っていたのですぐに寝てしまった。後日学校に行っても彩香さんの姿はなかった。他の先輩に聞いてもいきなりいなくなったというだけで居場所が全くわからなかった。ねえねえ、あれからお兄さんと連絡は取り合ってないの？うん。また連絡するって言ってたから待ってるんだけど。連絡来たら私も話聞きたいから教えてね。うん、わかった。そしてあの事件から一週間が経過していた。あの日から私はどこか心の底から笑うことができなくなっていた。実際にことが起きたわけではないが、心のどこかで傷を負っているような感覚だった。それはルナも一緒で、一人で夜の道を歩くことができなくなっているらしい。思い悩んでいたところで、兄から電話がかかってきた。もしもし、ゆいか？どうしたの？とりあえず、一通り解決はしたから、お前、会えるか？いつ？明日、週末だし、晩飯を食べながらはどうだ？わかった。そうだ、ルナも呼んでいい？俺も彼女に言いたいこともあるし、ぜひ呼んでくれ。わかった。翌日、兄に言われて行ったお店は、とても高級そうなレストランだった。席について早速で悪いんだが、今回は俺の落ち度でもある。そんなことないよ。知らなかったんでしょ？助けてくれたのに、落ち度なんてあるわけないじゃないですか。いや、俺の下がやったことだ。すまなかった。兄は席を立ち、地面に頭をこすりつけて謝った。そんな、顔を上げてください。お兄ちゃん、やりすぎだって。兄はしばらくは何度も何度も謝っていた。謝るのはもういいから、結局どうなったの？ホテルに連れ込もうとした二人は、今回以外にも何度も同じようなことをやってたらしいんだ。それで？組としては、それは許されることではないから、二人は海外に飛ばしたよ。飛ばした？もうこっちには戻ってこれないってことさ。そう、なんだ。だから、報復とかは気にしなくていい。彩香さんはどうなったの？兄は少し言いづらそうに話し始めた。あの子に関しては、大学を辞めてもらって、警察に突き出したよ。捕まったってことですか？そうだな。俺らは警察じゃないし、最終的な判断はわからないけどな。せいせいした。
ムカつくし、自分勝手すぎるわ。私も一発叩いておけばよかった。結局のところ兄がすべて解決をしてくれたとのことであった。今回のことは外には公にはしないでほしい。組の後始末も大変になるからな。そんなことする気はないけど。口止め料ってわけではないけど、慰謝料というのも含めて、これ受け取ってくれるか。兄は懐からパンパンの封筒を2つ取り出した。中身は200万だ。え？今回はこれで丸く収めてほしい。私はそのことに腹が立った。私たち兄弟でしょ。そうだな。兄弟が助け合うのは当然だし、それでお金が発生するなんてありえない。私はお金を兄に突き返した。私ももう何もないならこんなお金受け取れません。いいのか本当に。一個だけ条件があるんですけど、いいですか。条件。するとルナは少し悪そうな顔をして答えた。私とお付き合いしてください。は？え？お兄さんめっちゃかっこよかったんですもん。いいですよね。いや、それは。妹の私からもお願いしちゃおうかな。お兄ちゃんなら安心で安全だしね。俺はヤクザだぞ。脅すんですか。兄はおどおどしていたが、その様子を見て私は心から笑っていた。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は砂原拓馬、30歳。俺には大好きな優しい兄貴がいる。兄貴はいつも俺のことを気にかけてくれる人で、俺はそんな兄貴にいつも甘えてばかりだった。そんな俺たち兄弟は金森組に拾われ、俺が高校生の頃に入門した。俺よりも兄の方が組長に気に入られ、俺はついでにと誘われて入ったのだが、そんな俺は弱気で無能だと言われ続け、十数年経った今でも末端のヤクザだった。来たか、無能野郎。今日こそはお前の存在価値がないってことを分からせてやるよ。そう言って俺を見下す若頭候補が組長に俺を破門にしてくれと直談判したことにより、俺と兄貴は今日組長に呼び出されたのだ。通りさん、どうして拓馬ばかりを目の敵にするんですか。いつも何かあれば拓馬を破門にしろと俺に言ってきたり、拓馬みたいな無能がこの組に迷惑をかけているって、拓馬だって拓馬なりに努力はしているんです。どうしてその部分を見てやってはくれないんでしょうか。努力って、お前は兄貴だからこいつの肩を持つがな、そのケツを拭くのは俺たちなんだよ。てかそもそも無能なやつを無能だって言って何が悪い。そういうやつが一人でも組にいると組の雰囲気が悪くなるんだよ。組長、俺は許しませんよ、拓馬を破門にさせるなんて。でしたら俺も拓馬と同じく組を抜けます。組長から声をかけていただいたときに、俺言いましたよね。拓馬と俺は一心同体、二人で一人だと思ってくださいって。俺が拓馬をこの世界に連れ込んだっていうのに、今さら俺だけがいい思いをするなんて受け入れられません。それは困ったな。ユーマにもこの組を抜き出れるのはかなり痛い。通り、それはお前も少しは分かっているだろう。ユーマがそこまで言うなら、この話はもう終わりだ。組長はどうしてそうやって、いつもユーマの肩ばかり持つんですか。組長にとってユーマが可愛いってことはわかります。俺もユーマまでもこの組から抜けてほしいなんて思っていませんよ。ですが、それとタクマの無能っぷりとは話が別ですよ。俺は若頭候補として、
ようやくここまで這い上がってきたと思っています。そんな俺からすればこいつの努力なんてちっぽけなもの。組長だってそうは思いませんか。まあたくまがいつまでも成長しないことは、俺も正直これ以上は見過ごすことはできないとは思っている。それはユーマ自身も分かっているんじゃないのか。若頭候補は組長に気に入られている兄貴が気に食わず、そんな兄貴の弱みを握っているかのように、いつも俺に八つ当たりをしていることは分かっていた。俺を破門にさえできれば自然と兄貴も組を抜ける。若頭候補はそれを分かっていて俺を追い込んでいたのだ。しかし兄貴がそんな企みをやすやすと受け入れるはずもなく、トラブルへと発展していった。でしたら通りさん、若頭候補を辞退すればいいのではないですか。確かに拓磨は人一倍弱気なやつで、喧嘩なんてものは向いていないようなやつです。ですがそういう組員も面倒を見るのが若頭の務めじゃないですか。通りさんがそれを嫌がっているということは、若頭候補を辞退すればいいだけの話ですよ。てめえ何言ってんだよ。どうして俺がお前の出来損ないの弟のためにそこまでしなくちゃいけねえんだよ。それに俺が若頭候補になれたのは、俺がこの組の中で最強だからだ。そんな俺をのけ者にしてまでこの弟を守るっていうなら、お前も若頭候補になれる努力をすればいいんじゃねえのか。そこまでするんだったら俺はこのバカを認めてやるよ。ってことは俺と対マンで勝負しようってことですか。そうだ、お前が若頭にでもなって俺より立場が上になるっていうなら、俺もお前には逆らえない。それが極道の世界でのルールってものだからな。お前はいつも肩書きに興味ないみたいなふりしているが、どうせお前は俺とやり合って負けるのが怖いだけなんだろう。大して強くもないって自分で分かっているお前は、みんなに優しくすることでしか認めてもらえない。本当にかわいそうなやつだよな。だったら俺はやりますよ。たくまのことをそこまでバカにする通りさんのことは許せませんからね。俺は兄弟だからという思いも確かにありますが、同じ組の仲間をそこまで言える通りさんに怒っているんです。仲間であれば互いに足りないものを補って助け合うのが当然でしょう。何が補うだよ。お前のクズな弟は寄りかかっているだけじゃねえか。組長、こうなったら俺とユーマの対マン認めてくださいますよね。俺このままじゃ引くに引けないっすよ。こいつがこんなにも可愛がられていることもそうですし、こいつの無駄な親切心のせいで無能な奴をいつまでも組に置いておくってことも。組員同士でやり合うのはご法度だといつも言っているだろう。それを忘れたのか。いくら通りの頼みでもな。ですがこうして当人同士が認めているんです。今後の若頭の立場を決める大事な場として、今回は認めていただけないでしょうか。このままじゃ俺もユーマも納得いきません。タクマ、タクマはどう考えているんだ。俺は兄貴がヤクザになってただ一緒にいたかったからこの組に入っただけで、だから兄貴、そんなにも俺のことを守らなくてもいいよ。俺のせいで兄貴にまで迷惑をかけているって言うなら、俺は破門で大丈夫です。たくま、何言ってんだ。今まで一緒にやってきたじゃないか。たくまが何と言おうと俺はもう決めた。通りさんを倒して俺が若頭になる。それでたくまの面倒も俺が見るから。組長、それでいいですよね。ユーマがそこまで言うなら今回は認めよう。勝った方が若頭候補になり言うことを聞く。二人ともどんな結果であっても受け入れられるんだな。当たり前じゃないですか。
俺はユーマに負ける気なんて一切ありませんから。俺も大丈夫です。弟のことは俺が守りたいので。二人は本気モードで睨み合い、これには組長も止めることはできないようだった。俺は兄貴がそんなに強いわけではないことを知っていたために、頭の中は少しだけ焦っていた。しかしそんな俺の思いが兄貴に届くはずもなく、怠慢の勝負は始まってしまったのだ。ユーマ、守りたいもののためならお前もなかなかやるじゃないか。ユーマとトーリがこんなにも対等な戦いを見せてくれるなんて思わなかったよ。組長は嬉しそうに眺めていたが、それは兄貴が若頭候補に食いついていたからだった。すると若頭候補は予想外の展開に少し焦ったのか、卑怯な真似を使って兄貴に一撃を入れた。う、兄貴。俺は苦しむ兄貴の姿を見て頭が真っ白に。通りさん、さっきのは卑怯じゃないですか。ああ、卑怯？大門に卑怯もクソもねえだろ。してはいけない行為なんて初めに何も言っていなかったじゃねえか。そう言って兄貴を見て嘲笑う若頭候補。俺はいても立ってもいられなくなり、少し本気を出しただけだったのだが、いつの間にか若頭候補を地面に這いつくばらせていた。たくま。若頭候補が倒れた後、みんなが俺の表現っぷりに驚き、何も言えなくなっていた時、その強さ何者なんだ、たくま。今までのお前は全て偽りだったのか。組長でさえも俺に圧倒されていた。たくま、どうしてそんなに強いのに今まで弱いふりをしていたんだ。ずっと無能だって言われ続けて一番悔しい思いをしていたのはたくまのはずなのに。そんなことをしたら兄貴よりも俺の方が上だって思われるじゃないか。そうなったら今度は弟がこんなに強いのにってバカにされるのは兄貴になってしまうだろう。こんなにも俺に優しくしてくれる兄貴が俺のせいで辛い思いをするのは嫌だったんだ。だけど俺がこんな風にバカにされることによって兄貴にまで迷惑をかけることは想像してなかった。本当にごめん。そんなこと考えずにありのままのたくまでいればよかったのに。兄貴を差し置いてそんな風に考えられるわけないじゃないか。でもかといって俺は力加減の調節なんてそんな難しいことはできない。だからいっそのこと弱いままでいようと思ったんだ。俺にはそんなことくらいしかできなかったんだよ。もしかして兄であるユーマにさえも隠していたってことか。でもどうしてそんなに強いんだ。どこでその強さを。今まで陰で何かしていたとかってことか。いつかこの組を乗っ取ろうとでも考えていたとか。いえ、そんな考えを持ったことは一度もありません。実は喧嘩を教えてくれたのはもう今はいない俺の父親なんです。それも俺が幼少期の話で、今は特別何かしたりなんてことはしていないんです。父親って、だったらユーマも同じように強いってことか。さっきはたまたま手を抜いて勝負していただけで、気づかれないようにギリギリのところで勝つつもりだったのか。いえ、俺はさっき本気で戦っていましたよ。タクマを守らないとって気持ちでどうにかいつも以上に力がみなぎっていただけで。組長、今まで隠していたわけではないんですが、実は俺とタクマは半分しか血のつながりがありません。母親は同じですが父親が違うんです。だから俺はタクマの父親を知りませんし、タクマの父親に喧嘩を教えてもらったこともありません。そうなのか。ええ、兄貴の言う通りです。だから兄貴でさえも俺がこんなに強いことを知らなかった。俺の父親は極道の人間だったから。俺の父親は自分の後継者が欲しかったがために
俺たちの母親を愛人として迎え入れ、男である俺を授かった母親をないがしろにし、俺を奪い取った。だから俺は兄貴と違って、父親に小さい頃から喧嘩の仕方、極道のルールなどを叩き込まれて育ったんです。それも、俺が中学生になる頃くらいまで。お前たちは、本当の兄弟のようにしか思えなかったが、まさか家父親しか同じではなかったなんて。すまん。いろいろ初めての情報すぎて戸惑いが。戸惑うのは仕方ないです。でも本当にその通りですよね。兄貴はそんな俺を、小さい頃から一緒にいる弟のように可愛がってくれた。俺はそれが本当に嬉しくて。でも、後継者として鍛えられたお前が、どうしてこの組に。お前の年であれば、もうその組の若頭にでも任命されているはずじゃ。って、そんなことがお前の父親の耳に入れば、この組は狙われるのではないのか。後継者を奪った組だって。そういうことだったらごめんだからな。そこまでの腕の持ち主、教えてくれたお前の父親も相当な人なんだろう。こんな小さな組がそんな奴に狙われてしまったら。それは安心してください。さっきも言いましたが、俺の父親はもうこの世にはいませんから。俺が高校に上がるタイミングで、父親は急病を患って他界しています。他界したことも急だったことや、俺もまだガキだったために、その組や他の幹部の人が後を継いだんです。だから、俺がこの組にいても問題はありませんし、この組が狙われる心配もありません。きっとその組の組長も、俺がいない方が好都合だって思っていると思うので。そうなのか。だったら、それは良かったってことなのか。いやいや、組長。こんな話に騙されないでくださいよ。たくま、さすがにそんな話でたらめだろ。そうやっていいように言って、組長の道場でも買おうっていうのか。そもそも俺だったら、高校生のお前が急に弟になって、そこまで可愛がるなんて無理な話だな。普通の兄弟でも、なかなかありえないことだぞ。こいつなんて、ブラコンかよって思われるくらい、お前を溺愛しているっていうのに。それに今の話が本当だったら、お前の父親は、こいつの母親を捨てた人間。余計にお前を可愛がるなんて、無理な話だろ。トーリさん、残念ながらタクマの話は、真実ですよ。高校生のタクマが、急に家にやってきて、俺は純粋な気持ちで喜んだ。それは俺の母親も同じです。ようやく自分の息子に会えたと喜んでいました。だからこの気持ちに偽りもないし、たくまのことを本当の弟のように思っています。ああ、こいつが目の前に急に現れて、お前の弟だって紹介されて、そうですかって受け入れたってことか。しかもたくまが高校生くらいって、お前いい歳した頃だろ。さすがに自分の母親が目の前で喜んでいるからって、そう簡単に受け入れられる話かよ。逆に俺は心配になるんだが、どこまでお人よしなんだってな。それはどうにでも言えばいいですよ。ですが俺は、小学生の頃から母親には教えてもらっていましたから。父親は違うが、弟が一人、俺にはいるって。だから母がタクマを連れてきた時は、俺も母と同じように喜んだんです。この話を信じないならそれでもいいですが、トーリさんだけですよ。そうやって俺の弟への愛情をバカにしているのは。別にバカにしているわけじゃないが、単に嘘の話をされてもなって言っているだけで。まあいいです。嘘だって言いたいなら言ってくれて。でもそんなことより、タクマ、どうして俺にも隠していたんだ。今までタクマの父親の話は、俺には一度もしてくれなかったじゃないか。俺はてっきり他界したことで、寂しい思いでもしているのかと、あえて傷口に触れないようにと思って、何も聞かなかったんだぞ。でも、今のタクマの口ぶりからすれば、
たくまの父親はかなり傲慢な人だったら俺に教えてくれれば。兄貴の父親は兄貴が小さい頃に亡くなったって知ったから、女手一つで育った兄貴に父親の話なんてできるはずないだろ。たくま、俺にそこまで気を使っていたなんてごめん。思い出した。しんみりした空気を壊すように大きな声で叫んだ組長。みんなが一斉に組長の方へと顔を向けた。組長、どうしましたか。すまん、急に大きな声なんか出して。でもなんだか聞いたことある話だと思って考えていたんだよ。たくまの父親の話。たくまが中学生の頃といえば17年くらい前のことだよな。その頃かなりの勢力を持った組が一つあったんだ。その組が絡んでいると聞けば、他の組はもう手出しできないくらいに怯えるような組。その組がどうしたって言うんですか。最近はそんな組があるなんて聞いたこともありませんが。だからその組の組長がたくまの父親だって話したよ。そこの組が勢力を落としたのが17年前。組長が急病を患い他界したことをきっかけに、そこの組はどんどん弱くなっていった。たくまの言っていることとちょうど辻褄が合っているってことは、まさかそんな伝説の人がたくまの父親だなんて。そうか、これで納得したよ。たくまがこんなにも強い理由が。伝説の人、それはどういう意味ですか。ただ他の人より強かったってだけじゃないんですか。いや、ただ強いってだけではなく、みんなから恐れられるほどの人だったんだよ。あの人に喧嘩を売った者は命はないと言ってもいいくらい恐ろしい人でな。その組を欲しがる組が何十人と用意をして挑んだが、圧倒的な強さでやられたんだよ。そこの組長以外の人間は特別強かったわけではないが、組長を自ら戦って追い返してみせるっていうのがこの世界では珍しすぎて、いろんな組がその組を一目置いてたんだよ。何十人を相手に一人で、今じゃ考えられない話っすよ。お前、さっきタクマにやられてわからなかったのか。言っておくが、タクマは本気なんて出しておらんぞ。俺が見ていた限りでは、かなりの余裕の表情だった。お前は少しもてあそばれていたってことだよ。さっきのが本気じゃない。まさか、俺は軽く手を出されただけで、気を失いそうになったってことですか。この間まで無能だったタクマがそんなわけ。さすが組長ですね。よく見ていらっしゃる。組長の言う通り、確かに俺は本気は出していません。手加減しようとそれなりの力を出したつもりだったんですが、まさかあんなにダメージを食らわせてしまうとは。でも通りさんが悪いんですよ。兄貴は正々堂々と通りさんと勝負をしようとしていたっていうのに、兄貴に負けるのが嫌であんな真似をするから。だから俺はこんな奴に負けるわけにはいかないんだよ。卑怯な真似って言っても、たかがそこら辺のものをぶつけただけ。素手でやるなんて誰も言ってないんだから、俺は悪くないじゃないか。こいつが勝手にそう思い込んで気を緩ませていたのが悪いんじゃないのか。通りやめておけ。お前もう一度たくまにやられたいのか。圧倒的にたくまの方が強かったってことはもう分かっただろ。だったらたくまに逆らうんじゃない。これ以上この組で揉め事を起こされるのはごめんだぞ。何言ってんですか。俺はたくまと勝負したわけではないんですよ。それなのに急にたくまが殴りかかってきた。そんなの俺だってやられるに決まっているじゃないですか。もう一度真剣に勝負をすればたくまに負けるなんてことは分かっているだろう。勝てないってことは、周りで見ていた俺でさえも分かったんだ。一発でも入れられたお前の方が、俺よりも気づいているんじゃないのか。俺はお前が調子に乗って、たくまに挑んでやられても、肩を持つなんてことはできないからな。そこら辺をよく考えて、発言をした方がいいぞ。でも、
こいつは若頭候補である俺に手を出したんですよ。それなのに組長は俺の味方はしてくれないんですか。俺は宣言通りユーマとの勝負に勝った。ってことは今も若頭候補はこの俺。だったらタクマよりもユーマよりも俺の肩を持つべきでしょう。何を言っている。タクマの言う通り、お前は卑怯な真似をしてユーマに勝ったんじゃないか。俺も驚いたよ。ユーマがここまでやれる人間だとはな。正直、見直したぞ。組長、ありがたいお言葉ですが、俺の勝ちは勝ちです。約束通りユーマ、お前はこの組から出ていけ。そしてタクマ、お前は始末されるのが筋だ。タクマを始末。トーリさん、本気でそんなことを言っているのですか。俺は負けを認めます。いくら卑怯な真似をトーリさんがしたからと言っても、負けは負け。ですから、俺が破門にされることは受け入れますよ。ですが、タクマを始末させるのは許さない。若頭候補の俺に手を出した末端の組員だぞ。始末されて当然だろうが、俺はお前ら兄弟を絶対に許さない。だったら俺も通りさんのことを許せないので、兄貴と一緒にこの組を抜けます。通りさん、俺や兄貴に手を出すって言うなら、俺はこの組を全滅させるまで追い込ませてもらう。組長には拾ってもらった恩があるから心苦しいが、通りさんがそこまで言うなら仕方ないですよね。俺は別に破門にされても何とも思わないが、その代わり、俺たち兄弟には、もう関わらないでくれ。いや、許されないのはお前の方だ、トーリ。タクマお願いだ。この組にいてくれないか。タクマのような強い組員がこの組にいれば、無敵と言っても過言じゃない。何言っているんですか、組長。そんなのあんまりですよ。うるさい。お前は末端の組員に手を出されたなどとほざいているが、手を出されるお前が悪いんじゃないのか。ユーマは卑怯な真似を使われたというのに、潔く負けを認めた。それなのにお前はどうなんだ。いくらタクマとの勝負をしていない、不意打ちでやられたんだとしても、気を失いそうになったことは事実だろうが。それなのに、そのタクマに逆らうどころか始末してくれだなんて、俺はもうお前の言葉になど耳を傾ける気は一切ない。タクマ、お願いします。今まで通りこの組にいてくれ。こいつが言っていることは俺から謝罪させてもらう。本当に申し訳ない。ユーマもこの組から出ていくなんて言わないでくれ。待ってくださいよ、組長。俺が今までどれほどこの組に貢献してきたと思ってるんですか。それなのに俺の言うことには耳を傾けないってあんまりじゃないですか。お前はまだ自分の置かれている状況が分かっていないのか。タクマはこの組を潰すとまで言っているんだぞ。タクマがその気になればこの組なんてあっという間に全滅だ。そんなこともわからないのであれば、お前はもうこの組にはいらない。いらないって。お前は今日限りで破門だ。今まで頑張ってきてくれたことは認めるが、残念だよ。もう少し頭のいいやつだと思っていたばかりに、お前には呆れた。たくま、こいつはもう若頭候補ではない。代わりと言ってはなんだが、タクマに若頭候補になってもらってもいいと思っている。どうだ。こんなにもいい話はないと思わないか。タクマが若頭候補。待ってくださいよ。組長、考え直してください。組長の言う通り、タクマとユーマの件に関しては言うことを聞きますから、俺を破門にするなんて言わないでくださいよ。若頭候補は、まさか自分が首を切られるなんて思っていなかったのか、泣きながら組長にすがり始めた。タクマ、お前が望むのであればこいつを始末してやっても構わない。トーリー、お前はそうなっても文句は言えないよな。お前がタクマのことを始末すると言い出したんだからな。
相手には言って自分はされたくないなんて、そんな都合のいい話はないよな。破門にされるだけでなく始末だなんて。たくま、さっきのことは許してくれ。俺が悪かった。ユーマのこともたくまをバカにしてきたこともすべて反省する。だからお願いだよ、俺を始末するなんて言わないでくれ。たくまさえ俺のことを許してくれれば、組長もユーマももう何も言えないだろう。お願いします、俺を許してください。トーリさん、土下座をしてまでもこの組にいたいんですか。若頭候補はプライドが高い人だってことで有名なくらいなのに、土下座までし始めたことに俺は驚いた。もちろんじゃないか。俺はずっとこの組でやってきた人間なんだぞ。今さら他の組に行くなんてことも、仇になるということもできない。この組が俺にとっての居場所なんだ。本当にすまなかったと反省している。この通りだ。だから俺をこの組に置いておくようにしてくれないか。組長、若頭候補の話は俺は辞退させてもらいます。それだったら俺なんかよりも兄貴の方がふさわしい。通りさんと同等に勝負していた兄貴だ。組長も文句はないですよね。俺、どうして俺が若頭に。たくまの方が実力があるって分かった以上、俺なんかが。兄貴は本当に優しい人間だ。俺なんかよりも周りのこともよく見えている。その優しさによって他の組員からも好かれている。よっぽど俺よりも若頭にふさわしいじゃないか。それに比べて俺はただ力があるだけ。俺は兄貴を陰で支えられればそれで十分幸せなんだよ。表だって目立ちたいなんて思っていない。組長、どうでしょうか。たくまがそう言うなら俺は構わない。ユーマが若頭になればたくまがユーマを支えてくれるんだよな。もちろんですよ。俺は一生兄貴についていくと決めていますから。兄貴の居場所が俺のいる場所。兄貴を苦しめようとか陥れようとするやつは俺が許しません。たくま、そういうことだから兄貴、兄貴が通りさんのことを決めてくれ。若頭である兄貴の意見だったらみんな賛成するだろう。通りさんをこのまま破門にさせてもいいのか、始末させてもいいのか。組長、兄貴が決めたことに一存してくださいますよね。ああ、お前たちが一番の被害者だからな。ユーマ。若頭候補は兄貴の目を見て半泣きになりながら訴えかけていた。俺は通りさんを破門にしないことを選びます。確かにたくまにひどいことをしてきた通りさんですが、人間は一度は過ちを犯すもの。俺はその後の行動を見て判断したいと思います。ユーマ、ありがとう。本当にありがとう。ただし通りさん、あなたは末端の組員からやり直しですよ。それがどれだけ厳しいことか分かっていますよね。それでもあなたは耐えられるんですか。ああ、大丈夫だ。そんなの始末されるより破門にされるよりたやすいことだよ。ユーマ、本当に感謝する。こうして末端のヤクザになり下がった若頭候補。しかし今までの横暴な態度により他の組員に嫌われていたことから、これを機にもう従う必要はないと思われ、いじめの対象にされるのであった。たくま、今回のことは本当にありがとうな。兄貴である俺がお前を守ってやらないといけない立場なのに、俺が守られるなんてな。しかもこれからも守ってもらわないといけないだなんて、本当に申し訳ないよ。何言ってんだよ。兄弟なんだから一緒に力を合わせるのは当然のことだろう。それに俺は兄貴にたくさんのものをもらったからさ。父親が他界した時、兄貴が俺を受け入れてくれたからこそ今の俺があるんだ。兄貴がもし俺を拒絶していたらって思うと、
だから俺は兄貴に感謝しているんだよ。これからも一緒にいたいと思えるほどにね。なんていいやつなんだよ。俺はただ弟がずっと欲しくて、その願いが叶ったから嬉しかっただけで。でも俺の弟がタクマで本当に良かった。俺もタクマに救われた部分がたくさんあるんだからな。優しいのは兄貴の方だから。これからはさ、若頭として兄貴なりのやり方でこの組を守ってくれよ。きっと組員たちはみんな兄貴を頼りにしているんだからさ。自分はそこまでの力がないなんて思わずに自信持って、そうすればきっとみんなも安心すると思うから。本当に俺なんかでいいのか？きっとタクマの方が。だからそれ、兄貴だからいいんじゃないか。俺もついていることだし、どんと構えて。これからも兄貴のそばにいさせてもらうからさ。俺は兄貴のこの笑顔を一生守り続けようと誓うのであった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は高木京介、42歳。俺はこう見えて極道の世界の人間なのだが、プライベートでは穏やかに過ごしたいと思い、いつもダサい格好に丸縁のメガネをつけていた。特に女に興味があるわけでもなかった俺は、周りの目なんてものは気にならず、他の女に変な目で見られようが何とも思っていなかったのだ。そんな俺が唯一自分のプライベートな時間を楽しめる行きつけのバーがあるのだが、そこの店員や店長とはかなり仲が良く、いつも俺が穏やかに過ごせるようにと気にかけてくれていた。そして今日も穏やかにお酒をたしなんでいると、邪魔させてもらうぞ。おい、ここの店長を今すぐ出せ。出ないと今から俺たちがここで暴れ始めるぞ。あなたたちは誰ですか？店長は今裏で仕事をしていまして。だからなんだって言うんだよ。つべこべ言わずにとっとと呼んでこいや。俺たちはな、ここら辺では有名なヤクザのものだ。俺たちを敵に回したら、ここではもう商売ができねえと思った方がいいぞ。ヤクザ、どうしてヤクザがここに？ああ、んなもん、俺らに金をよこせって言いに来たに決まってんだろうが。俺たちの島で商売をするんだったら、それなりに金をいただかねえと、こっちも見過ごせねえんだよ。なんて言っても、今回は組長命令だからよ。いくら泣いて勘弁してくれって言っても無駄ってわけ。ってことで、分かったならさっさと店長を呼んでこい。お前、どう見てもここのバイトだろ。バイトじゃ話にならねえんだよ。店長を呼んでくればいいんですね。わかりました。ちょっと待っていてください。急に現れた巨体ヤクザ3人に脅され、店員は慌てながら裏に店長を呼びに行った。その一部始終を見ていた俺は、穏やかな気持ちを妨害され、少しイライラし始めていたのだ。はっ、見たかよ、あのビビりよ。あの感じだと、今回の仕事はさっさと終わりそうだな。ああ、さっさと金をいただいて、今日はゆっくり酒でも飲むか。今日は俺がおごってやるからよ。え、いいんすか？兄貴のおごりで。よっしゃー、これでさらに気合が入りますわ。店長もビビらせて、さっさと金出させましょう。お前はほんと、おごりに弱いよな。おごるって言ったらいつもこれだ。ま、可愛い弟分って感じで、俺は嫌いじゃねえけどな。俺はこいつらの発言を聞き、さらに腹を立て、思わず首を突っ込んでしまった。いいな。仕事が終わったら、お酒を飲む予定か。ああ、なんだてめえ。俺らに気安く話しかけてんじゃねえよ。
いや、俺もさっきまでのんびりお酒を楽しんでいたものだからよ。あんたらが大きな声を出して騒ぎ立てるから、すっかり気分が下がってしまってな。それなのに、あんたらはこの後お酒を飲みに行くなんて言うもんだから、黙って言おうと思ったが、つい話しかけてしまったじゃないか。だったら、話しかけていねえで黙っていればいいんだよ。俺たちはここの店のやつに話があるだけで、客のお前には用はねえんだ。あんまり俺たちをイライラさせると、ボコって黙らせんぞ。ヤクザとかなんとか言っていましたけど、ちょっと静かにしてもらえませんかね。圧をかけて怖がらせたい気持ちはわかりますけど、こっちも客で来ているんですから。その邪魔をしておいて黙っていろって随分じゃないですか。てめえ、本気で俺らに喧嘩売ってんのか。だったらまずはお前を袋叩きにしてからでもいいんだぞ。ヤクザはそう言って俺の胸ぐらをつかんだ。するとちょうど慌てた店長がやってきたのだ。ちょっとやめてください。その人はお客様です。話は聞きましたから、どうかお客様に手を出すのはやめていただけないでしょうか。はあ、こいつが俺らに喧嘩を売ってきたからこうなっているんだよ。お前も俺らに指図をするっていうのか。今日はなんだか俺たちをイラつかせるやつが多いもんだな。そんな指図だなんて、私はお願いをしているだけでして、お客様に手を出すのはやめていただけるとありがたいのですが、私もできることならば誠心誠意やらせていただきますので。ああ、できることなら。ですがどうしてこの店を狙うのでしょうか。あなたたちを怒らせるようなことをした覚えはないのですが。あのな、ここは俺たちヤクザの島なんだよ。お前らが営業をしたいって言うなら、俺たちに許可を取ってもらわねえと困るってわけ。ほら、こうして他のヤクザが暴れた時にでも、俺たちがちゃんと守ってやるからよ。だが、それがただでっていうわけにはいかないんだよ。それはわかるよな。お金ですよね。ここの店長さんは話がわかる人で安心だわ。そうそう、俺たちに守ってほしければ、金を出さねえとってことなんだよ。ですが、ここの店は守っていただくようなことはまだ一度もありませんし。ああ、今実際起きているじゃねえか。俺たちがこうして暴れようとしてんだろう。そんな。だからおとなしく金を渡せば、俺たちもこの店には手出ししねえし、おまけにこれからは護衛にだってなってやる。こんないい話、ないとは思わねえか。俺たちも暇じゃねえからさ、早めに答え出してもらった方がありがたいんだけど。どうすんの？金出すの？出さねえの？出すしかないじゃないですか。おいくらなんでしょうか。店長、こいつらに金なんて渡さなくていいですよ。こんな奴らに渡すなんて、ドブに捨てるようなもの。だったら、捨てている方がマシなくらいですよ。お前本当にいい加減にしろよ。痛い目に遭わないとわかんねえんだったら、ここでやってやんぞ。俺は今、最大にイライラしてんだよ。ここは俺のテリトリーで、俺が唯一ゆっくりできる場所だったわけ。それなのに、お前らみたいなクソ野郎に邪魔されて、ほんと気分悪いんだけど、逆にどう責任取ってくれんの。兄貴、やっぱりこいつ、ボコボコにしましょう。こんなにも舐められたままだなんて許せませんよ。そうだな。さっきの忠告は、どうやら心に響いていなかったみたいだもんな。やめてください。お金だったら払いますから、お客様には手出ししないでください。店長さんよ、こいつが悪いんじゃねえか。俺たちは穏便に解決できるんだったら、そうさせてもらおうと思ったが、こいつがそれを拒んだんだ。だから払わなくていいって言っているじゃないですか。
お前ら、俺がお前らに喧嘩を売ったんじゃなくて、お前らが俺に喧嘩を売ったんだからな。それをよーく頭に入れておけよ。それと店長さん、店が少し汚れてしまうかもしれねえが、そこは我慢してくれよな。どのみち弁償はこいつらにちゃんとさせるからよ。マジかよ、こいつ本気で俺らとやり合おうとしているぞ。ヤクザにここまで歯向かえるなんて根性座っているじゃねえか。ヤクザヤクザって、お前らはその肩書きにしか頼れねえのかよ。お客様、このお店のことをそこまで思ってくださっているのはありがたいですが、危険です。私が店長としてちゃんと対応させていただきますから、もうやめてください。私からも謝罪させてもらいますので、こちらの方には手を出さないでくれませんか。お金も払いますので。だったら、最後の忠告だ。ここは河村組の島。組長命令で、みかじめ料300万払え。これ以上逆らう奴は、タコ殴りだからな。そうか、高山組。あのガキが命令ね。え？店長、今から暴れることになるから、下がっていてくれ。お前ら、俺を敵に回したことを後悔させてやる。その辺のチンピラと変わらねえ組が、調子乗ったことをした罰だ。なんだよ、お前。一体何者だ？なんか、雰囲気からしてやばくないっすか？こいつ、見た目からしてひ弱だと思っていましたけど、なんだかオーラが。俺にビビり始めた、巨体ヤクザだったが、構わず俺はボコボコにし始めた。店内の備品は少し壊れてしまったが、ヤクザたちはあっという間に地面に這いつくばり、俺を見上げながら怯えていた。あなたは一体誰なんですか？この実力、ただものじゃないってことくらいはわかります。そうか、まだ自己紹介してなかったな。きっと俺の顔を見ればわかるだろう。今日はプライベートで暴れるつもりなんて一切なかったが、特別だ。俺はそう言って眼鏡を外し、顔をよく見せた後、背中に入っている入れ墨を見せた。その入れ墨、嘘だろ。修也さん、この人一体誰なんですか？竜の入れ墨と、なんだかわからないですが、そんなにすごい人なんですか？お前はこの世界に入って数年しか経っていないから、まだ聞いたことないのか。この人は高山組の若頭、かなり腕の立つ人だ。俺らの組長は、お前が来るもっと前にこの人にやられてな。俺たちはそれから、高山組とは関わらないようにしてきたんだ。それなのにまさかこのタイミングで、しかも若頭本人に目をつけられるなんて。高山組には関わるなとは聞いていましたが、まさか組長がやられたことのある人間がいたなんて。でも、そんなこと言っても、もう俺たち。兄貴、どうするんですか？これは俺たちだけで解決できるような問題じゃ、なくなってきましたよ。今命があることが救いなくらいじゃないですか。いや、組長にこんなことを報告できるわけないじゃないか。必死に謝って許してもらうしかねえだろ。お前ら、ちゃんと土下座をして詫びろ。俺のことについて話し合ったヤクザたちは一斉に膝をつき、俺に頭を下げた。申し訳ありませんでした。まさか、高山組の若頭の方だったなんて。俺たち、もう二度と、あなたのプライベートを邪魔したりなんてしませんから、このバーについても引き上げさせてもらって、今後みかじめ料の徴収などしないようにと伝えておきます。ですからどうか、
今回のことはなかったことにはしていただけないでしょうか。本当に申し訳ありませんでした。お前ら何甘えたこと言ってんだよ。すでに俺のテリトリーに入ってきて邪魔をしたくせに、なかったことにだと。ここの店員と店長さんは俺が気に入っている人たちばかりで、この空間もかなり気に入ってんだよ。そんな空間を乱して店長さんたちを怯えさせたお前らを許すはずねえだろ。ですが俺たちも命令に従っただけと言いますか、好き好んでこのバーに徴収しに来たわけじゃないんですよ。その点を踏まえてもらって、どうか俺たちのことは。お前何言ってんだよ。そんなこと言ったら組長を売っているようなもんだろ。お前はさっきの話が聞こえていなかったのか。すみません。でも俺このままやられるなんて嫌ですよ。お前は正直者なんだな。でもすでにお前が言っていただろ、組長命令だってな。だから俺はあのガキの命令なんだと笑ったんだ。俺に一度ボコられておとなしくなったと思っていたら、敵に回したくない相手のことだったらもっと警戒しておけよな。申し訳ありません。しかし組長もきっとあなたがここに通われているなんて知らなかったんです。あなたはこうして正体を隠してここに通われていたんですから、誰も知りようがないじゃないですか。だから何なんだよ。知らなかったからって何でも許されるっていうのか。てかまずはお前らここの店長たちに謝罪するのが筋ってものじゃねえのかよ。急に大きな声を出して店に入ってきたと思ったら圧をかけて怖がらせてよ。ヤクザだからって一点張りにしないと怖がってもらえないなんて大した奴らだよ。本当の恐怖ってものを俺が教えてやろうか。今すぐ謝罪をさせてもらいますから。あの営業を妨害してしまったことを、怖がらせてしまったことを本当に申し訳ありませんでした。もう二度とここには手を出しませんので、今回の件は許していただけませんでしょうか。俺からも申し訳ありません。壊れた備品などはこの方がおっしゃった通り、俺たちが責任を持って弁償させていただきます。ですからそこら辺は安心していただけると。お店の備品はちゃんと弁償はしてもらいます。でもそんなことよりも、あなたは一体。今までただのお客様だと思っていたのですが、違ったということでしょうか。いや、俺はただの客ですよ。このバーの雰囲気が気に入って、俺のことをよく理解してくれている店員を好んで通っていただけです。でもこの人たちと同じヤクザだということなんでしょう。それなのにどうしてこの店を、私を助けてくださったのですか。そりゃこのバーがなくなったら困りますからね。それにこいつら川村組はかなりの弱小で小さな組、そんな奴らに俺も舐められたままっていうのもプライドが許せなかっただけですよ。あなたに比べれば俺たちなんて本当に小さな組で勢力も弱い。ですからあなたを敵に回したくはないんです。どうか店長さんからも頼んではいただけないですか。俺たちのことは許すとおっしゃっていただけませんか。私はこれ以上この店に手出しをしないと約束していただけるのであれば、しない。絶対に今後このようなことがないようにします。ですから店長さんがおっしゃってくれている通り、さっきからごたごたうるせえんだよ。俺はこの店に手を出されたことにも腹を立てたが、それ以前に俺に喧嘩を売ってきたのはお前らだろうが、
それなのに相手の方が強いと分かったらこれか。許してくださいの一点張りで頭を下げていればいいと思っている。お前らのその態度が余計に俺をイラつかせてんの分からねえの。でしたらどうすれば許していただけるのでしょうか。俺たちあなたの言うことであれば何でもします。たとえ組長命令だったとしても、あなたに喧嘩を売ってしまったのは俺たちですから、俺たちが自分で責任を持って許してもらえるようにしますから。そうだな、何でもね。でも俺、お前らに何かしてもらわなくてもお前らを動かすことくらいたやすいんだけど、もうすっかり俺にビビってしまっているんだから当然だろ。俺がワンって言えって言ったら言うしかねえだろ。それはそうですが。ああそうそう、思い出したよ。俺のことを弱そうに見えるって言ったが、俺はわざと弱そうに見せてこの店に来てんだよ。それなのに散々いろんなことを好き勝手に言ってくれてな。それとさっき突き飛ばされたところ、なあ、体が痛えなあ。これはもはや俺が弱くないってことを教えるためにもちゃんとやり返させてもらわねえと気が済まねえな。やり返すって、もうすでに俺たちのことをボコボコにしたじゃないですか。弱いなんて言ってしまったことも含めてこの通り反省しています。あなたが弱くないことくらいもう分かっていますから。突き飛ばしてしまったことも今となっては後悔してますから、あなたとやり合いたいなんて思っていないんです。お願いします、俺たちを許してください。お前今やり合うって言った。そんなのありえねえって。お前らはやり合う前にやられるだけなのによ。未だに自分たちが強いって思い込んじゃっているなんて本当に痛い奴らだな。俺からすればお前らなんて相手にもならねえんだよ。俺はそう言って怯えているヤクザたちを無理やり立たせ、順番にボコボコにし始めた。兄貴、助けてください。まずはお前、一番若いんだから体力もあるだろ。少しくらい俺を楽しませてくれるよな。口だけは立派で中身はすっからかんだなんて、そんなわけねえもんな。すまん、俺は助けられない。きっと次は俺たちの番。くそ、こんなはずじゃなかったのに。目の前で仲間がやられているのにうつむいて、ただ自分の番が来ることを怯えるヤクザたち。そしてあっという間にボロボロになり、座っていられないほど意識が朦朧となっていた。これで終わりかよ。本当に口だけの奴らだな。ほらお前、まだ気絶はしてねえだろ。自分のスマホから組長に連絡を入れろ。組長には。あれ、まだそんなこと言ってる元気があるのか。組長に連絡を入れないって言うならもう一度お前らをやるだけだが、それでもいいのか。きっと次お前らがやられる時には命がないかもしれねえけど。兄貴、もう組長に連絡を入れましょう。ここにみかじめ料を取り立ててこいって言ったのは組長ですよ。それなのに俺たちがここまでなってまでも組長を守らなければいけないんですか。俺はもう限界です。俺ももう限界です。修也さんが連絡をしないなら俺が。わかりました、今から組長に連絡をしますから、もう手を出さないでください。ヤクザ自身も限界を感じていたからか、仲間の意見に耳を傾け、今回は素直に俺の言うことに従い、スマホを取り出し電話をかけ始めた。俺は電話をかけ始めたことを
音で聞き取ると、すぐにヤクザからスマホを奪い取り、自分の耳へと当てた。お久しぶりです、組長さん。俺の声を聞いて、誰だかわかりますか？この声はもしかして、高山組の。正解です。よくお分かりで。俺が組長さんをボコった時以来ですから、最後に話をしたのは、もう数年も前ですよね。それなのに、俺のことを覚えていてくださっているなんて感激ですよ。どうして私の組員のスマホから連絡を？どうしてって、そんなの決まっているじゃないですか。あんたのところの組員が、俺に喧嘩を売ってきたからだよ。まあ、ちゃんと組長さんが味わった時と同じように、ボコボコにしておきましたけどね。今日、こいつらに指示を出したのはあんたなんだよな。だったら俺が今どこにいて、こいつらをボコっているか分かっているよな。もしかして、そのバーは、あなたの行きつけだったと。やはり物分かりがいい人と話をすると、スムーズに話が進みますね。そうだよ。お前が命令して、みかじめ料を取り立てるように言ったバーは、俺の行きつけなんだよ。俺はね、このバーでは、唯一穏やかにお酒を楽しめるって思っているんですよ。だからちゃんと、極道の世界の人間だってバレないように、わざわざつまらねえ男の格好をしてまで来ているのによ。それを邪魔してくれるなんて、本当にいいご身分だと思わないか？違います。あなたがプライベートで来ているなんて情報はなかったものですから。でしたら、もう二度とその店には手を出さないように言いつけておきます。今後は、あなたの邪魔なんてしないように、組員にも言っておきます。もう、おせんだよ。俺のテリトリーに入ってきて、めちゃくちゃしようとしたのに、今後はしませんってだけで、許すわけねえだろ。って、俺が今組長さんに電話をかけている時点で、わかりますよね。それは、なんだか組長さんが、俺のことを避けているってこいつらは言っていたが、こうして俺に喧嘩を吹っかけてきたってことは、運命ってことなのかな。どうしても俺に潰されたいってことだよな。まさか、あの時以来、高山組には手出ししないようにと、目をつけられないようにと過ごしてきたんですよ。それなのに今さら、わざわざ目をつけられるようなことをしようとするはずないじゃないですか。まあ、そんなことを言われても、もうどうでもいい。とにかく今すぐにこの店に来い。俺はあんたをこのまま許すってわけにもいかねえんだわ。一度は許したんだからよ。もう一度叩き込んでやるよ。俺にはかなわないってことをな。それは、私があなたにやられるために、そこに行くということでしょうか。そうに決まっているだろうが、あんたがこの店に徴収するようにって、こいつらに命令したんだろう。それなのに、こいつらだけ俺にボコボコにされるのなんて、おかしな話じゃねえか。あんたが命令したんだったら、あんたが自分で責任を取りに来い。そして、ここの店長さんにもきっちり謝罪をしろ。わかりました。今すぐに伺わせていただきますので。組長は声を震わせながら俺に従うしかなく、電話越しからも焦っていることがわかるくらいだった。お前らの組長さんがすぐにここに来てくれるってよ。よかったな、組長さんが素直に言うことを聞いてくれる人で。お前らのことを見捨てて、自分だけ逃げようだなんて考えを持っていることが分かったら、俺はきっと怒り狂ってお前らをどうにかしていたよ。組長が、
俺たちのせいで。何言ってんだ。命令したのは組長なんだろう。だったら悪いのは組長じゃねえか。それじゃあ、俺たちは。いや、お前たちは別で、俺をイラつかせたんだから、このまま解放ってわけにはいかねえな。そんな、だったら、俺たちはどうなるって言うんですか。まさかこのまま始末されるとか。それは組長さんをボコってからのお楽しみだな。目の前で組のトップがやられる姿を目に焼き付けておけ。ヤクザたちにはもう絶望しかなく、俺にすがりつく気力もないようだった。そして10分が経った頃、川村組の組長が数人の組員を引き連れて到着。組長は俺を見るなり、一瞬で地面に手をつくと、他の組員たちは顔を引きつらせていた。今回は本当に申し訳ありませんでした。あなたの怒りに触れてしまったことを深く反省しております。どうか穏便に解決していただけますと。俺は次の瞬間、組長の頭をつかみ見上げさせた。言っただろうが、ここの店長に謝罪をしろと。俺に先に謝罪をしても意味ねえんだよ。申し訳ありません。ここの店長さんは、私です。今回は私の組員が無礼なことをし、大変失礼しました。この店には二度と私の組が近づかないようにいたしますので、どうかお許しいただけないでしょうか。本当に二度とこの店には手を出さないことを約束してくださるのですか。もちろんでございます。でしたら私は。それと、ここのもろもろの弁償費用はお前が持て。店長さん、請求額がまとまったら俺に言ってください。わざわざこいつらと関わるのは嫌でしょうから。俺がちゃんと中間に入って金を用意させますから。あなたにそんなことまでしていただいていいのですか。俺が少し暴れてしまったんでね。これくらいは当然ですよ。わかったな。俺が請求をかけた時に用意できるようにしておけよ。承知しました。ってことで、この店のことは解決したから、それでは本題に入ろうか。まずは組長さんには罰を受けてもらわねえと。そう言って、組長の急所に一発入れると、もがき苦しみ始める組長。しかし組長は、さらに俺の怒りに触れないように、ぐっとこらえ、姿勢を崩さないようにした。さすが組長さん。やっぱりこんな雑魚とは違いますね。こいつら、俺が手を出し始めると、泣きやめくのなんのって。組長さんのその姿勢に、今回はこの辺でやめておいてやるよ。本当ですか。ありがたいお言葉。その代わり、こいつら三人の人生をいただく。人生をいただく、それはどういう意味でしょうか。お前らは、高山組が手掛けている闇組織へと引き渡させてもらう。まあ、多少は残酷な人生になると思うが、命があるだけ増したろ。闇組織って、高山組には金を流してくれている闇組織があってな。そこでは無償で重労働をしてもらっているんだよ。ああ、でも安心しな。お前らの生活は保証されるからよ。だからお前らは身一つ、手ぶらで行けばいいってわけだ。生活って言っても、最低限の生活で、自由もクソもねえがな。それって、俺たちは拘束されるってことじゃないですか。そんな、俺はまだまだやりたいことがたくさんあるっていうのに。組長さん、それで今回は解決してやるがどうする?この組員たちが惜しいって言うなら、話は別だが。それで大丈夫です。こいつらをお願いします。そんな、組長待ってくださいよ。組が無事だったら、俺たちなんてどうでもいいってことですか。
俺たちは組長の命令に従順に従ったせいで、すまない。組のために犠牲になってくれ。俺には組を守る責任があるんだ。お前たちのことは、その、残念だよ。組長！ヤクザたちは、組長に泣きついていたが、俺は構わず組員に連絡。10分後には、仲間である組員たちが到着し、容赦なくヤクザ3人は連行されていった。そしてその後は、馬車馬のように働かされる人生になるのであった。その後店内は静かになり、店員も店長もほっとしているようだった。店長さん、騒がしくしてしまって申し訳なかったですね。何言っているんですか。あなたがいてくれなかったら、この店はずっとあのヤクザたちに脅され続けていたんですよ。それを思えば、今日のことなんて大したことじゃないです。この店を守ってくださり、本当にありがとうございました。穏やかな人だなって思っていたのに、まさかこんなにも強くてすごい人だったなんて、俺めちゃくちゃ感動しました。一時はどうなることかって、もう手足が震えて、立っているのがやっとでしたが、本当にあなたのおかげです。俺もこの店結構気に入っていて、ここで働くことが生きがいなんです。ですから、俺にとってあなたはヒーローですよ。そんな、ヒーローだなんて。逆に俺の方こそ、いつも感謝していますよ。俺が落ち着いてお酒を楽しんでいられるのは、あなたと店長さんのおかげなんですから。わかっているとは思いますが、俺はプライベートでは無口でいたいんです。だから俺のことをわかってくれて、酒飲みして欲しいものを用意してくださる、この店の居心地が良くて、それが俺の仕事ですから。いつも店長に言われているんです。お客様のニーズに応えるようにと。でもこれからも一人一人に寄り添った接客を心がけないとなって改めて思いました。これからもこの店をよろしくお願いしますね。こうして俺はまた穏やかな時間をここで過ごすのであった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。